はい、あ、皆さんこんばんは。こんばんは。今日はあの、金八アゴラということで、1週間のニュースを振り返ります。私はあの司会の山内和彦です。元川崎市議で映画選挙の主演をしております。でじゃあ今日端っこから、はい、あの田淵さん、はい、あの田淵でございます。あの先週もどうもあのお前に来てましてありがとうございました。あの軽減税率の制度設計とその推進をやっておりまして、あともう一つは、TPP に対する対策の方ですね、そちらの方をさせていただきます。一応表の顔はあの公認システム監査人と、IFRS というあの国際会計基準のコンサルタントをしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは、石川久美子です。久美子の育ち合い広場でもお世話になっております。日本政治思想史政治学の研究者であり、なおかつ、真面目に生きる人が食いっぱぐれない世の中を作るということを掲げて活動しております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは、林田力です。東急動産騙し売り裁判原告として、まあ、東急動産と裁判闘争をしてきました。よろしくお願いします。はい、じゃあ今週のお題で、切り替わっていく、はい、まあ、まずは、まあ、これ COP21 ずっと話題になってましたけども、あの限界体制のパリで行われましたけれども、まあ、これ結局は、まあ、京都議定書の時と同じようにあの先進国と発展途上国の間の綱引きで、まあ、結論じゃなくてなかなか出ない感じになったと思うんですけど、これについてはどうですか。田辺さん、いやこれも胸部分あの環境システムとか開発とかしたこともあるんですけど、はい、やっぱりこれやっぱりなんかこう二酸化炭素のねことやらなきゃいけないんですけど、はいはい、意外に知られてないのは二酸化炭素よりもっと地球温暖化に影響のあるやつがあります。例えば一酸化二窒素ってします N2O、 あれなんか239倍なんですね、地球温暖化係数は。 あとそれからメタンは23倍ですから、はい、メタン、はい、実は二酸化炭素ばっかり言ってるけど実はもっとそっちを言わなきゃいかんの、うん、特にね一酸化二窒素って何使ってるか知ってます？何でしょう、あのアイスクリームのあのジューシー感ジャラジャラって泡の出るやつ。あ、そうなんですか。そう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 、一時期ね、まあ、昔はフッ素、うん、冷蔵庫のあれがダメだっていうのもあったけど、うん、他にもやっぱりあの怪しいやついっぱいあるんですね、うん、フッ素はあのフロンのやつでしょ。そうそうそう、だからそのあのフロンをやめた結果、うん、逆にあフロンじゃないですよ、フッ素じゃないですよ、あれオゾン層破壊する塩素の方ですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、はい、あの CHC とか、はいはいはい、だからあれをフッ素にしたらそれが起きないで、大体フロンにしたら今度それが温暖化ガスになったわけで、はいはい、例えばあの PF6 とかね、うん、あの6フガリンとか、うん、そういうになったわけですから、ちょっと難しいところなんですけども、何かをやめたことで逆にあの代替品で、うん、そうそうそう、温暖化が進むという、うん、あのただね、はい、フロンについてフロン回収破壊法があって、はい、結構ねボンベ管理が進んできてるんで、うん、だから本当にまずいのは今対策遅れてるのはその N2O と PF6 だと思います。はいはい、そっちをもっとやった方がいいかもしれませんね。そっちの方があの効果的。そう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 、あの代替物質みたいなの見つかってるんですか。うん、まあでも N2O はもう使わなきゃいいやなって感じするんですけどね。あの泡が出るのが好きってだけのことです、ね。そうですね。だってフロンの時もあれはもう代替品が見つかってたし、で実際あの、うん、なんだっけ、産業界の反対があんまりなくてうまくまとまったレアなケースですよね。そうですそうです。いや待てよ、産業界の反対というよりも、はい、産業界の業界団体が弱かったのかもしれない。あ、はい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 、例えば TPP でもそうですけど、はい、林業の対策が遅れたのは林業団体があまり激しく反対しなかった、ね、まあ、結局そうですね、うん、で今の CO2 再出発削減についてはもうあの世界中の、うん、まあ、産業界がもう特にアメリカが猛反対ですよね。そうですね。いやだってそういうことってありません。例えばその TPP でもなんでね、うん、豚肉が牛より、ね、あの、はい、譲らされたかっていうと、はいはい、アメリカの民主党は豚で共和党が牛ですから、はい、もうそうするともうそれはものにそういう業界団体というのが出てくるわけです、はい、片方は守って片方はほたらしという、うん、だから業界団体が強いか有力議員がいるか、うん、日本のワインが切り捨てられた、ね、ロビー活動で全て、うん、いやそのワインのことはこの間実は私と石川さんとあのまた山梨のね、うん、宮川典子先生の定期的な勉強会の方に、はい、あの特別ゲストに来ていただいて非常に受けてましたけれどもまあね、山梨とワインなんですけど、うん、あのワインのワイン圏に与党の有力議員がいないんですね。あ、うん、だからそれを後押しするなんかいろんなことがちょっとできない、うん、そうそう、ところはですね、
群馬県のこんにゃくはですね、ほとんど無傷だとか ね、うん、関税率すごいことだ、ね、関税率ですね、はいはい、あるいは茨城県と、はい、あの千葉県の、はい、千葉県はやけど、茨城県ですね、うん、あの豆の系統なんか大体関税維持でしょ、やっぱりそういう風にできてるんじゃないかなと、個別の団体のやっぱりロビー活動ってことなんですかね、見えないところで、で逆にね、はい、取りある職長協会は、うん、実は TPP 対策を1000でいいって言ったんですね、ほうほう、だから5項目に入ってないんですよ、ほうほうほう、取りは結構競争力があるからいいんだって言っちゃったんで、へ、まあ、そういう例外もあるんです、まあ、伊達鶏とかブランドが、まあ鳥はでもそうは言っても鳥ブラジルから来てるじゃないですか、あんなもんは共産ところが鳥ってね、例えば伊勢農園とか見ても300万羽飼ってたりするんで、鳥はものすごく、ね、大規模化成功してるんですよ、あ、じゃあもうコストではあの海外と十分戦っていけると、ケンタッキー全部国産ですか、あ、そっかそっか、マックはやっぱり中国にこだわる必要なかったね、え、ちょっと、ね、マックさん知ってます、牛肉全部オーストラリア、ニュージーランドになって、あ、餌が全部ノン GM なんですよ、あ、やっといやいや、だからそのいや、それ言ったらええのにね、まあね、だからアピールポイントいつも間違えて、間違えてね、あのサラさんの言うことの逆を言えるんじゃないですか、そうそうそう、せっかくヘルシーなハンバーガー買ったのに、ね、なんかなんで豆腐バーガーとかやっやってる場合じゃないですか、ああ、そうそうそう、豆腐ナゲットもね、うん、遺伝子組み換えで噂が立ったけど違ったんですよ、言えばよかったの、で一つ大きなニュースがありまして、あの実は自民党のですね、はい、その農林部会で、はい、あの非遺伝子組み換えの餌の確保っていうのが条文に入りました、うん、はい、でオーストラリアの側もですね、うん、特に昨日オーストラリア大使館の方から連絡があったんですが、はいはい、特にあの南オーストラリア州っていうのアデレードのあるところから、うん、日本にですね、特に大あのコーンのですね、うん、それと北部順守の方からは大豆の方を大々的に輸出したいと、うん、そんなに日本が欲しがってるとは知らなかったと、あ、まあ、だから早くねやっとかないと、これ中国とかに買いまくりそうそうそう、ね、買い負けしちゃいますからね、もう今、いや、あの、ね、やっぱりねオーストラリアってはいいけど、日本人に比べて時間の進む速さがやっぱり、うん、5倍ぐらいかなって気がするんですけどやっぱりもうね、シーズン変わっちゃうよね、もうね時間の流れが違うみたいなんですけど、うん、まあのんびりしてますよ。それでもなんかそうやってね、オーストラリアで確保できるってことはもう、まあ日本の消費者としてはあれ一番気にしてるとこじゃないですか。いや、まあそう思いますよね。あのヨーロッパでもね、あの EU は、うん、あの遺伝子組み換え厳しいところですけど、でもアメリカと今度フランスとかでそういう、うん、なんかあの、ああやってますね。ね、TPP みたいなのはあの大西洋でもやってるわけじゃないですか。ああやってますね。はいはい、同じように。知ってます、あのイギリスのイングランドは遺伝子組み換えやれやれですけど、うん、なんとスコットランド、アイルランド、はい、それからウェールズは禁止してる、うん、あ、だから、まあ今度ね、はい、来週の火曜日オンエアの、はい、組チャンネルでそのキリスト教の歴史のやつが出るんですけど、ね、はいはい、要するに教会の問題だと思うんですよ。つまり、あのローマカトリックとギリシャ正教がダメっていうからダメなんであって、あ、なるほど、だからロシアだって遺伝子組み換え9月23日全面禁止したんですけど、そう、まあダメです、まあそれはあのアメリカとの対立のあれでってもありますけど、ね、それもありますけど、そのロシア正教の親分は、はい、そのコンスタンティノープル総主教ですから、はいはいはい、コンスタンティノープル総主教がダメと言えばダメなんで、もうそう、正教会はそこですからね。今コンスタンティノープル大司教なんですか、ロシア。あのね、いい表現でしたけど、うん、今はその東方教会のやっぱトップは、うん、コンスタンティノープル大司教、総司教ですよ、うん、エクミニカルパトリアルキですよ。今まだじゃコンスタンティノープルにギリシャその東方正教会の教会があるんですか。ありますあります、そんなこと怒られますよそれありますあります、まあ、発祥地ですかね、オスマントルコ時代もじゃあ、ね、面々とそれはずっと続いたんですね、そうですよ、だその流れを組んでるのがまたロシアの正教会だそれはね、はいはい、じゃあモスクワの大司教は一応下に ついてるんですか。序列第5位ですね、正教会の。ああ、まあま、そういうのもね、まあ、ありまして、まあ、各国のね、このちょっとCOP21がだいぶちょっとそうじゃってね、温暖化ってもそれ昔なんかほらあの牛のゲップがとかって一時期されてますけどね、それもあって、あれどうなったんでしょうね、さっき聞かない気がしますね。メタンは23倍ですよ、うん、そうそう、まあ、地球温暖化係数23ですよ、そうそうそう、ね、牛にゲップをさせないっていうことは大事だとかっていうのはありますか。ゲップどうやって回収するのかって言ってますよ。いやだからね、メタン難しいんですよ、それはだやるんだったらさっき言った N2O をやった方がね、239ですから、ね、やっぱりあの、うん、まあ、量が多いのから順番に習っていって、普通の CO2 ってのはだいぶ、でも CO2 は量そのものが多いじゃないですか、うん、ね、あの化石燃料でとかね、いろいろ
いやだからそうすると、うん、あの大津さん来る前に言っとかなきゃやっぱり原発推進するしかないな。ああなるほどね。それとあと先進国、中国とかインドのような国はやっぱりあの我々は後発だから、うん、やっぱり先進国が先にっていう、うん、あの同じ土俵でやりたくないっていうのはやっぱりありますよね、まあでも中国ずるいですよね、うん、自分たち十分経済力増えてるのにね発展途上国扱いしてくれっていう。あ今のほら、うん、あの中国の林業支援で緑化、うん、でなんか100億供出、ね、日本がね今日のニュースですかね、はい、いやあれこそ日本の林業を守るためにその100億使えと私はもう声を大にして申し上げた。ただあれはあの戻ってくるお金らしいですよ、うん、あそうなんですか。あのいや上げちゃうのではなくて借款円借款らしいです。あそうなんですか。の、まあ、あと実際九州とかあの大阪とかは、うん来るので だってあのだ自分の国を守るためにとか PM2.5 は、ね、だってもう春先とかひどいですよ ね、 いやもうね環境テロだっていう人もいるんですただあれね PM2.5 一つ理由ともっと言われてるのは、うん、中国ってのは石油の生成技術が未熟でしょ。石炭、はいはい、石炭、うん、あります、はいはい。あれ石炭なの原因？そうそう石炭燃料すごい多発してるので、あれの割合がすごい、そう、そういうことです。だからそこをもうちょっと技術革新を起こすためにお金かけばだいぶ変わってくるんでしょうけど、うんうん、なるほど、うん、まあ石炭ですね。つまりあの日本人の健康を守るためにやると。でも今から緑化して間に合うのかってなんかね緑のペンキとかぶちまけて緑化しましたとか言い出しかねないところがですね怖いんですけどね。でも今回このタイミングに合わせたかどうか分かんないですけど、中国の人民元を一応国際通貨にするっていうのは IMF が、これはやっぱり中国もちょっともうちょっと責任自覚せよっていう、そういうのもあるんじゃないですかね。これね、ヨーロッパがやたら押したんですよ。はいはいはい、今回ね。あれは私の解釈ではですね、はい、やっぱりオバマさんが同盟国に刃を向けたから、うん、やっぱり呆れられたんじゃないかなと。あいや。やっぱりそのよくこの間もちょっとオーストラリアで聞いても、結局あの日本が割り込むまでの TPP でもね、うん、もうこの通りにしろしろしろだったらしいんですよ、はいはいはい、でそれがやっぱりね韓国があまりにもああいう屈辱的な条約をなぜか受け入れたんで、よそもいけると思ったところもあるわけですよ、はいはい、もう力でねじ伏せようというアメリカの戦略が、うん、であまりにひどかったんで、うん、そのカークさんが辞めさせられてフロマンさんになって、で少しまともにはなったんですけど、うん、ただなんか今日もあの有名な松田芳子さんこれで来られましたけど、うん、ウェブサイトとどうもアメリカは批准されないんじゃないかって動きがかなり出てきてるよ。議会がやっぱり反対が、うん、そうですね、やっぱりあのハッチさんカンカンですしねただね、その前回ちょっと申し上げたんですけど、あれひょんなことで、はい、あのアメリカがあれですよね、繊維の関税開けちゃったんですよね、うん、あ逆に でもその経緯を聞くとですね、どうもこちらです、はい、あのなんかね、はい、あの繊維をねもうなんか意識朦朧として、うん、なんかもうもうええいう感じで言っちゃったらしいのを、はい、日本の交渉官聞きつけて、はい、本当か本当かって聞いて、はい、ほんなら甘利さんがまとめろまとめろと言ったとかいう話も聞きました。あ、まあ、結構スタマンします。あ、ちょっ ちょっと今あの、はい、こんにちは、一人増えましたので、あ、どうぞお願いします。こんにちは。はい、こんにちは。遅くなりました、大津です。よろしくお願いします。今ね、ちょうど COP21 の話をしてたところなんですけども、だいぶ話それまくってたんですけども、大津さん、今回 あのパリの、まあ、COP21 ってどういうご感想をお持ちですか？あんまり詳しくは。あのまあ、まあ、今回あれですよね、うん、あの まとまってないんですけど、ね、すごく、その、なんていうのか、注目されましたね。でまあ、場所も場所だし、ね、あの気温暖化措置 の、いろいろな基準、はい、だからそのたくさん出している国と、うん、それが新興国との間では、はい、せめぎ合いみたいなのがあるんですよね。そうです、特に中国とかがやっぱりあの先進国のルールには乗りたくないっていうのがあって、うん、だからあの京都議定書の時もそうですけど、あの時はもうアメリカとかの反対でいろいろ骨抜きになりましたけど、うん、やっぱりいつまでたってもあのアメリカとかの意向が、うん、産業界の意向ですかね、まあ、簡単じゃないけど、随分10年ぐらい前になりますかね、京都で、うん、あの太平洋、環太平洋 の、うん、あのグリーン、緑の会議みたいなのがあったんですよね、うんうんうん、あの時あの中国の方が、うん、まあ中国ですからあの民間じゃなくて、うん、公的な感じでね、はい、自分たちはこうどういうふうに取り組んでいくのかみたいな、うん、そういうちょっと報告も一人あったんですよ、うんはいはいはい、よくないよちょっと今覚えてませんけど、はいはいはい、だ
から、まあ、もう中国がねこれだけこう、うん、大きくなって大きくなってもうそして産業も発展して、はい、資本主義としても成熟段階にね、うん、だんだん入ってくるわけですからね、はい、当然責任は大きいですよね。そうですね、だって世界第2位の経済大国ですから ね、もういつまでたっても発展途上国とは言えないですよね、うん、いやもう全然そういう意味では、うん、発展途上国っていうその、うん、むしろね、はい、大国としての責任みたいなのがしっかり、はい、まあ、その辺でこう妥協が出てくるといいなと思いますけどね、アメリカの方と そうなんかアメリカも中国もとにかく CO2 削減では後ろ向きなとこっては共通してるんですね。どっちもやっぱり産業界、うん、先生後ろ向きについてどう考えますか。いやそらどういうこと、いやその、うん、地球が沈んじゃったら困りますんでね、うん、なそりゃそうなんですけど私は大津さんに怒られるかもしれないけど、うん、私原発推進派ですからいやその、うん、エネルギーっていう点でもそうですけど、うん、オバマ対策という点ではやっぱり必要だろうと、うん、これで一気に原発の話にいっちゃう。いやいやそれ別の方行ってしまうからいや中国自身は原発たくさん、うん、ありますよ。いや中国はこれから作りますからね。そう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 、イギリスに売りに行きました。そう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 、うん、だけどイギリスが買うのもちょっと怖いな、うんまあ、根本的にあの何て言うんですかね、こう繊細さのね違いっていうのがありますよね。例えば日本と中国の、まあ仕事の細かさ違いますからね。そういう面でのね違いっていうか、まあひとたび事故起きたらっていうのが、まあ100ぐらい作るわけだから、そう、まあ1個や2個爆発しても不思議ないとか思っちゃいますけどね、いや福井市だってね、もうあれだけでも大変なことだし、六ヶ所村が大変な話も3回みたいな、はい、そうそう、ね、もうだから自滅に向かってますよね、うん、ただね私ね、あの高速増殖炉で一つ言いたいことがあるのは、うん、あれはモンジュはね、うん、ナトリウムを使うことが間違いだと思うんですよ。そう、でももともと高速増殖炉で違うそれはおかしいおかしい、 あれはただ単に出力が高すぎて、うん、水っていうのは摂氏434度以上になると絶対気化しないんですよ。だから要するに出力が高すぎるんですよ、うん、じゃあもうちょっと抑えて、そうそう、もうちょっとこうあの冷却に弱くしとけばね、ナトリウム地で冷却する水でいけたのにね、うん、あれをナトリウムなんかでみんな冒険するからあんな難しいことになる。だってあのアメリカも諦め、フランスは諦めたから日本はちょっと、いやいや、だからあれはね高速増殖炉イコールナトリウムというのは間違いですよ、元物理学者の立場から、うん、あ、そうなんだ、うん、あれは単に出力設計が悪い。ああ、じゃあやっぱりあの国家の威信かけてナトリウムを無理して使ったところが、核燃料サイクル自体は諦めなくてもいいよって立場ですか。そう思いますよ。ああ、であれを諦めるんだったらちゃんと IAEA の査察にやっとこなっちゃうかもしれないでしょ話いやいやいや、だからその、いっぱい持ってますからね。ああ、そのでも思いますけどね、はい、僕は原発再稼働してから TPP 交渉有利になったような気がしますよ。あ、そう、あ、エネルギーのことで、エネルギーで弱みを握られるとやっぱり、うん、っていうか、うん、いやそれはね、まあ、外国交渉はそうですね。僕は前回でオバマさんのフルネームを考えるとやっぱりと思いますけどね。ああやっぱりまあだから TPP はでもあのね、うん、安保法制とのバーターだっていう説もあり、うん、の方が大きいんじゃないですかね、うん、あ、そうそう、いやだって安保法制であれでもアメリカの意向の通りちゃんと下請けで頑張りますよっていうのを言ったから、じゃあこっちは少し手加減してやろうかと、そうそう、少し日本の言い分も聞いてやろうっていうことで、うん、うまくまとまったような、まあ、それはね多分にあるような気はしますけど、うんうん、外国人はそういうもんじゃないですか、うん、いやだから私も言ったように、ね、はいはい、TPP の条件付けに反対している川口依子さんとか川口依子さんとか、はいはい、金子陽一さんとかね、はいはい、特に神奈川県に多いというね、あの人たち大体原発反対じゃないですか。民主そう関係ない、ね、この間もじゃどうすんですか、神奈川県2人目まだ決まらないしねどうやって金子陽一を落とすんかいやもうね、自民党2人目出すのにはちょっと臆病になってますからね。え、いやそうでしょ、そうそう、いやもう一回共倒れやっぱね大きかったですよ。でね、東京の2人目もちょっとね、はい、ひょっとするとね、うん、不先輩の可能性があってね、あらららら、そうすると、うん、誰とは言いませんけど、うん、後で出てきますけど、ね、次世代と、うん、次世代と元気と、うん、新党改革と、それから大阪維新が応援しそうな某女性が、うん、6位か5位で通るんじゃないかというと、私のツイッターのところでわーわー騒いでる人がいますけど、元気は松田幸太さん、いやだから松田幸太さんから支援を受けて、まあ、でも幸太さんは手堅く全国で幸太さんは全国で楽したいと思ってますよ、うん、まあ、東京しんどいですよ、うん、
まあそのね、うん、その蓮舫退治のつもりで出したら中川退治になるんじゃないかと、うん、いうこともありますしね、うん、まあそれとね、やっぱりこの間の大阪ショックはかなり大きかったみたいですよ、うん、いやあれはもうちょっと自民党どうしようもないですね。いやもうあれはもうなんだかな、あの選挙でしたからね。いやまあそれはね、はい、まあ、ちょっとすみません、COP21 はまあじゃあまあ次に、次いつやるんですかあれ。次はどこでしたっけ。ちょっとまだしばらく先ですよね。あのだからあの結局今回あんまり進展なかったってことは正直言っていろんな問題先送りしただけですよね。まあ、またどっかの町でまた、ね、150カ国から人集まってやるんですかね。まあね、あんまり金になりませんからね。まああのネタはね。まあで、あとじゃあ、2つ目なんですか、フォルクスワーゲンね。ああこれは売り上げ落ちてるっていう話。 31% 減でとどまってるのみたいなね。逆に、うん、そういう、まあブランドが会社が好きな人は好きなんです。まあでもワーゲンは好きな人は好きじゃないですかね。鈴木、はい、自動車いいタイミングで提携切りましたよね。ああ本当だね。いやでもフォルクスワーゲンやっと最近になって、ね、CM 皆様にあのご心配をおかけしてたんで CM やってますけど ね心配なんかしてないよって。そういや別にいいよ。ただ私が思ってたのはあのおかげでね、うん、アメリカでほらいつ出てくるんでしょうね、あの、うん、フィアットクライスラーがゼネラルモーターに敵対的買収をいつかけるかなと思ってたら、うん、フォルクスワーゲン事件が起きたんですよ。そうだからそっちの方が飛んじゃってるんですかね。飛んじゃってるんですけど、でもそれもいずれはもう出てくると思う。だって世界全体で今自動車業界の再編の流れの中でのこのフォルクスワーゲン事件ですからね。いやだってもうね、はい、そのフィアットクライスラーのね、はい、あの経営者が全米自動車労連と接触して労働条件の話してますから、うん、はいはい、だからもうだからいずれはね、だからもうアメリカではもちろん問題なく、だからその TPP でも部品の関税撤廃して完成品を残したっていうのはね、うん、30年間の間にどうなるかですけど、ひょっとすると3社ともビッグスリー全部イタリアに取られることを前提かもしれないんですよ。あだからいやフォードはアルファロメオの詰めになりました。クライスラーはフィアットの 100% 子会社になって上場してません、はいはいはい、でそれがゼネラルモーター買収にかかってるって、うん、だからもうアメリカのその、うん、まあ国策会社と言えるようななんかビッグ3がイタリアに取られてしまう、敗戦国に取られてしまう。それはたまらんと思いますけど、ね、ちょうどね、うん、NHK の映像の世紀なんかでね、そうそうそう、フォード、T 型フォードがやってるそうそうそうわけですけど、うん、なんか、まさかね、グレートファミリー登場の20年代から100年経って、うん、ね、100年経ってないですから ね、まあ、だから部品だけ関税撤廃して本体はプラモデルのキットみたいに持ち込めということは明らかにその労働を守ったと考え、はいはいはい、だからあの今いるアメリカの労働者を守れば問題が解決ってことなんでしょ。そのオバマさんの最大の母体は全米自動車労連でしょ、うんうんね、だから彼らにとってはその、うん、まあ流れであれば、まあ、名を譲って実を取るみたいな感じですかね、うんうん、いやだから結局牛肉と豚肉で豚を大きく譲れと、うん、で自動車は部品を譲れということで痛み分けになってるんです、うんうん、あの辺の交渉がやっぱり巧みな、やっぱりそれぞれの支持母体が支持団体がどうなってるかっていうこととつながっていますね。だってあれでしょ、薬のために繊維犠牲にしたの見てもね、うん、はいはいはい、アメリカの繊維ってほとんどあのなんですか、あの、うん、レッドステートって言ってほとんど共和党がね、うん、大統領選挙で取るとこばっかですよ。うん、あの農業地帯のね、農業地帯うまいことやってますよ、まあ、もうやっぱりそんなもんなんだなと思って、結局本当にもう政治的な理由で一個一個の交渉ごとが、まあ、決まってるって感じで、うん、そうそう、だから本当にあの必要なもんであるとか国策国益にかなうとかって二の次なんですね。いやだから TPP では本当にね、うん、豚肉と林業なんとかしないかんのですよ、うん、日本国内は、ね、日本国内は、はいはいはい、とにかく豚肉と林業なんとかせんと大変なことが起こると思うんですよ、うん、だからもうフォルクスワーゲンの売り上げが減ったって別に日本人はどうでもいいやな。うん、もうそら、うん、どうするんでしょうね。でも最近前申し上げたの、うん、はい、アルファロメオのね、はい、CM とか入ってくる来年あたりからどうも、うん、ね、イタリア車が日本にガンガン乗ってくるんでしょうね。いやなんかすごい時代になりますね。いやだから鈴木自動車のフォルクスワーゲンの提携切らせたのは、うん、あれはフィアットの意向ですからね、うんうん、だから鈴木自動車も最終的にはどっかのグループにはまた、いやもう鈴木はもう今も2013年からクライスラーと手厚い提携関係になってますから、うん、だからあ、そうだからクライスラーのもう
行き先次第ですね。プライスラも名前にフィアットってついちゃってますからね、はいはいはい、だからそれはフィアットプライスでもう、じゃもう世界全体でもう一つの国でもう一つの自動産業っていう時代じゃなくなったっていうね、まあだからね、うん、どうするんでしょうね日本は。だからその証拠に松田と鈴木仲悪いでしょ、わ、うん、かるでしょ、松田だとフォードの間があるからね、もろに代理戦争になってるわけですよ、うん、日本国内で、日本国内でちょうど4位争いですからね。でもまあね、あのどの国もまあちょっとあの自動車業界と関係ないけど、あの製薬でもこの間あの武田がなんかもうなんだっけ、後発薬ジェネリックをなんか、うん、あのイスラエルの手柱に何か、あそうですか、実用版だから、あの業界も今世界的な再編進んでて、うん、であの最大企業である武田でさえあの世界全体で見るとえらいちっちゃい会社だから、うん、でもやっぱりイギリスであるスイスであるアメリカのもう製薬会社にもう本当にどっかの系列に全部なってしまうような流れで、うん、その最大の原因は竹中だと。研究開発費を一律費用処理にしたっていうのはね、あれはもう先進国に日本だけなんでね、だからもう無理です、すぐ直さなきゃいけない、だから研究もう研究開発そのものが次のもう売り上げに決まっ直結しますね。ただしですよ、はい、連結財務諸表で IFRS を採用したら、うん、その分は資産にできるんですよ、うん、でそれはね2012年から、うん、あの連結財務諸表に IFRS 採用の基準を緩めたんで、うん、これはかなり良くなってるんですよ、うんうんうん、だから本当前ちょっとねあの時言いましたけど、あの亀井静香さんとか、うん、地味さんが何を勘違いしたか、 IFRS 邪魔したのはね大失敗なんですね、うんうん、早く研究開発費を資産計上しなきゃいけません、うんうん、あの国際協力力がつかないから、もうあの外国の草刈り場逆にされてしまうんで、これはもうね、うん、本当にね竹中のねお気見合いですね。あそれが今になってじわりじわり効いてきてるんですね。ついですね、本当にあれはねとんでもないことしてくれましたよ、うんうん、だって製薬はもう完全にあの薬の件はやっぱり TPP でもやられてる分野ですからね、ね、いやいやいや日本現状維持8年だから、うん、あでも結局日本の会社があの丸ごとあの他の国にまあ系列化されていくわけだよ、まあそれは、まあ、TPP もそうだけど、その会計基準を早く直していただきたいんで、うん、これねそろそろ直るかもしれない、うん、あうん、これはもう業界団体なあのあれで、業界団体というよりも会計基準ってね見えうちにどん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  IFRS 化していて、今度実はね、うん、ちょっとこれ脱線しますけど、これ今度法人税の、うん、法人税が下がるんじゃないですよ。法人税の実効税率といって、うん、利益比例部分が今度下がるんですね、うんうん、でその代わりに、うん、実は定率法が認められなくなっていくのを大幅に増えて、うん、ほとんど定額法になるんです、うん、その分だけは増税なんですね、そっちは、うん、あ、はいはい、それからあと外形標準課税といって、うん、利益じゃないところに課税するの増えるんですね、うん、はいはいはい、だから実は企業全体から見たら、うん、法人税絡みは実は増税なんですね、うん、あね、一応 29.97% なんて出てますけど、あれは利益比例部分があるんであって、ね、そうそうそう、赤字企業からも取る割合が増えるんですよ、うんうん、今まで赤字だったら払いませんですね。いやいや、そこがねちょっとねこのね報道も歪んでるというか、うん、あの法人税の実効税率と法人税とは別なんです。はしょりすぎてますね。はしょりすぎてますね。だから あれをやることで、あのやっと外国と同じように競争率が高まるなんていうことが、アベノミクスだね。IFRS 自身がなるべく定額法にしようとしているところがあるんですね、うん、だどん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 やっぱりね、うん、日本の会計基準もそっちに向かっていってるんですよ、うん、やっぱ国際競争力を高めるためにはやっぱり同じようにやっていかないと、うん、そうですね、やっぱり遅れたら遅れた分だけやっぱり競争力が落ちますからね。だからやっぱりその研究開発費の、ね、費用処理を早くやめるべきです、うん、これはもう本当にね、うん、あの抗がん剤とか出てないですよね。そうですよね、それはとんでもないことなんで、はいはいはい、ぜひ直していただきたい。莫大な費用がね、うん、で次は、まあ、ナポルクサーゲンの後は何ですね。あ、指定廃棄物。あ、これは福島。これどうですか。これは誰か専門の。専門だけど、まあ、林さんどう、あの今回やっとっていうか、まあ、はい、福島が最初に名乗りを上げたって言うけど、はい、まあ、まあ、出たものは出たものところで処理するのが一応原則は原則なので。まあ、進めるためにやむを得ない。ただ、まあ、当然住民感情化すればとんでもないっていうのがあって、やるとしても、うん、福一の施設内でやれとか。いや、そうですね。ただ福島県内の分だけしか受け入れないっていうことで、はい、まあ、それは北関東とかに飛んできてるのもある。まあ、それも、うん、まあ、もちろん発生地処理の原則からすればそれも正しい、うん、だけど実際は福島県内だけのもんが、はい、
しか受け入れないっていうような、まあ、発生処理からすれば、言いにくい話なんですけど、はいはい、JR がね、うん、常磐線のあの辺を山沿いに付け替えるって発表してるんですよ、ね、うん、そうそう、まあ、早く繋ぎたいんですね、あそこは。いやいや、それは何を意味するのかなと思って、うん、あそこも全部が完全に、うん、ちょっと言う、処分場になるってことでしょ、まあ、いやいや、まあ、日本の領土がそんだけ減ったことになるのかなという、まあ、うん、でもこの間国道6号線高校生とかあれ損失じゃないですか。いやだからあれは結局ね常磐道を通すために除染をしてるようなもので、そう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 、別にあれやったからって皆さん住んでるとこが安全になるわけでもないし、そうなんですよ。だからまだねすごい線、私3月に行ったんですけど、はいはいはい、すごい線量が高くて、もう車の中でもピーピー鳴ってましたからね。そうですね。いやあそこだって高速道路だって一応繋がったけど、うん、あそこ止まっちゃいけないですよね、なんか、まあ、止まっちゃうっていうか。あ、そうなんですか。昔のあの東ドイツを通過する西ドイツのアウトバーンみたいな、あ、まあまあそうです、途中で何かあってはいけないんですよ、うん、止まっちゃいけないんですよ、止まっちゃっていうか、まあまあもちろん高速道路の裏は止まっちゃいけないんですけど、そうなんです、やっぱり線量が高いんで、ただあの道を通さなきゃいけないってなるんで、あそこがあの要は経済的な価値のない地域じゃないっていうことにはしとかなきゃいけないので、おただそうなんや、そう、ただJR 豊島の常磐線、あそこはやっぱりあのミッシングリンクになってるわけだから、やっぱり繋ぎたいってなって、どこからどこまでですか、ね、どこまで繋がってるのか、まだ北までだいぶまだね、あの、津波でやられたとこもあるんで、南相馬の方は、それであっちはどこまで繋がったんかな、やっぱりちょうど双葉郡のあたりはもうまるっきりあの、うん、そうそう、であと同じルートではもうあの多分開通させないんですよ、うん、それで少し線量が少ない、まあ、海沿いからあの山側に移ってっていう、ただ国道6号線はもうそれこそ福井のすぐそば通ってますからね、あれも今普通に車走ってますからね。どうするんですか、トンネルにするんですか、あれは。あ、鉄道ですか、道路はもう新たになんかっていうのはないと思いますね、うん、せめてシェルターだけにもつけないと思うんです、ダメなんですか、うん、まあ、ただ住んでる人もいるわけなんで、だから今線量も下がってきてどんどん住める方向になってますよっていうあのストーリーを今作ってる途中ですからね。あ、なるほど、そう、そうなんですよ、気分の問題ですから。いや、北京で暮らすよりは健康にまあということですよね、あの影響出るのが数十年後って、ね、ただね、あの女性にね、うん、若い人借り出すのはやめてほしいです、うん、まあ、あの若い人から自らが声を上げたということを言ってますけど、あれはやっぱり僕はちょっと物申すべきじゃないか、うん、そうですね、50歳以上とかね、うん、もうそれはもうあの、うん、段階以上、そう、段階上が逆に志願していった方がね、うん、まあ、そうですね、そういうのを最初の頃やってる人たちいらっしゃいましたよね、うん、そう、最初の頃あの福井の影響がもう根本的に違いますから、ね、うん、子供はまだもうほらあの、うん、なんていうのかな、細胞分裂がね、分裂が終わってるんで、そう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 、うん、だからもうね50代以上、まあ、我々以上はもうね食べて応援してもいいんですよ、もういやでも食べて応援は私はしません、うんうん、内部被爆、内部被爆、それからあの内部被爆の問題は甘く考えてはダメなんです、うん、あの長崎でね、うん、長崎の原爆でやられて、うん、そして60年か70年して亡くなった女性の中から、うん、あの岩盤線かなんかが出ましたよ、やっぱ残ってるね、だからもうそれは一旦入れば出ていかない部分があるので、うん、いやつい先日ですけど東京大学の学食でなんかあの福島さんの、うん、まあ、農業支援もやってるっていう関係があって盛況でなんかあの福島さん、まあ、米も含めていろんな作物を使った定食使って福島でもどこですか、その会津だったら影響が、いや会津じゃない南相馬、まあ、とにかくあのだって今伊達鳥とかやってますよね、うん、あの染料とか、うん、やっぱり一応きちんと測って、うん、はい、そして結構出してるでしょう、一応出してるものは基準に、まあ、逆だから福島さんの方が安全で、うん、周辺県の方が、うん、むしろそのざる、そういうちゃんとした出荷ルート通ってると、うん、福島さんで出てるのは、ま、内部被曝の問題を甘く考えないっていうことと、うん、それからもう一つは、うん、その若い人たちに、うん、あそこでマラソンしたりとかね、うん、それからあのいろいろなところからあれしたんで外で青空でそのなんか、うん、どうやってとかって安倍さん言ってましたけどねあのオリンピックの誘致の時ね、はいはいはい、だからあのとにかく若い人に放射能の、だから放射能に対してやっぱりきちんとね、うん、向かうしかないですよ、最近だってロシアが、うん、あの廃炉に関してね、うん、これからずっとね、うん、こう協力していくみたいな、そうそう、非常にいい提案をっていうかね、提案してますよね、はい、やっぱりあれ提案することによって外国の人たちが、うん、やっぱり
あの日本だけで片付ける問題じゃなくて、うん、地球規模のことをね、うん、起こしたんだっていう自覚がねないですね日本は。そうだから日本はもうそんなのは農産業だでしょ。農産業っていうような政府じゃダメなんですよ。そうその通りですけどね。ロシアはもうロシアが言ってくれたことは世界中のところでみんながやっぱり注目するし、うん、そういうあの意味ではねドイツとかね、うん、やっぱりいろいろと、うんまあ、チェルノブイリの経験をしているところはね、あの、だからそういう面ではやっぱりそれと真摯にね、うん、向き合わないと、うん、向き合うっていうことを通じて、うん、やっぱり原子力のこともね、うん、正しくね、まあ、皆さん理解していて知って理解していかないと、うん、原子力のねその、うん、学習するね、うん、これから研究する人がいなくなっても困るわけですよ、うん、あのぜひそしたらあのね、うん、トリチウム水と重水をぶつけてね、うん、あの燃料にするという研究岐阜県でやってますけど、ね、あやってますね。あのあれはねだからね核分裂でも核融合でもなくて、うん、衝突によって核変換ですから比較的簡単に起こせるんですよ、うんうん、だからまあ元物理学者としてはね、うん、ぜひあの福島のねあの除去できないあのトリチウム水をですね、うん、ぜひ重水とぶつけることをぜひやっていただきたいと。やっぱトリチウムはやっぱ半減期、トリチウムは半減期短いですよ、うん、あそうなんですか、うん、でもあの問題ないでもしかもベータ線そんな強くないんで、うんうん、だから今のお話のね、うん、やっていただきたいっていうところが、うん、本当にやっていただけるためにはどうしたらいいですか。それは予算つければいいんですよ、うん、だからそのつければいいのは分かるんですけど、うん、誰がつけるのって話ですね。誰がつけてどういうふうにこの次の選挙でやればつけられる。それはだからロビー活動をちゃんとやるなり、うん、誰がやるんですか。でもこれね、うん、そのねトリチウムと重水のぶつけてっていうのはね、うん、結構実現性高いと言われてて、うん、あの岐阜県の研究をやっていますけどね、うんうんだから、ね、究極の廃物利用でしょそれ。それ実用性、ね、向き合わなきゃダメだと思うんですよ。あの変に隠したりあれじゃなくて、もちろんだけど、まあ、まだ政府主導でねいろいろなことやってますけど、一応は復興支援という形でいろんなことは予算つきやすい状況になってますよね。でも一つにはあの復興支援というのはやっぱりあそこにもう一回あの住んでた人たちを戻そうというのが一つあって、元に戻ってきますよというのが政府のやりたいシナリオなんで、まあ、だから戻すために基準をねちょっと甘くするというのも違う話で、それは全然だって100倍になりましたし、ね、そうなんですね、まあ、今までが厳しすぎたっていうことで、言い方国際的事故時は、うん、20mm、まあ、拡大しても別に 1mm ってあくまで平時のものなので、事故時は別にあんだけやっていいっていうのは一応国際基準にのっとった処理、緊急時ってことですね、うん、まあ、最初500まで行って、まあ、自宅に戻ったわけですよね。ただでもやっぱりね、うん、局所的にすっごい線量のところってあるんだよね、うん、そうです。それはもうもちろんね、福島だけじゃなくてね、今関東でもちょんちょんとあっちから残ってますよ、うん、どこで東京都内でもあったじゃん。ありますね、ホットスポットはまだ点在してますから、あんまニュースにならないですけどね、うん、それであの健康被害についてもね、だいぶいろんな、あの福島だけ特別じゃないっていう主張をやっぱり今なされてますけど、それ分かんないですよね。それ考えたら世田谷区のあれ偉いですね、幼稚園とかに不均質って毎回やってますからね、あの給食ね、給食で、うん、あ毎月測定してるんですよ、うん、あすごいですね。であと遺伝子組み換え不使用とかやってるんですよ。あそうやって、あ、まあ、あの保護者の意向もあってっていうか、うんうんうん、それやっぱりあのそういうね状況をこういうとこ通じて、うん、あの候補していただくことで、うん、あ世田谷がそうなら練馬もとか、いやそういうことなんですよ。そういう市民の意識が高まっていけば、あのやっぱ市民の声があると行政は動かさずに、もちろん政治家もそうですよね、うん、そうするとやっぱり予算をつけてっていう、うん、やっぱり真摯に向き合うっていうところをね、そうそうそう、やっぱりやっぱこういう場でね話するって大事ですね。私すごくね前回あの参加させていただいてね、うん、感じたところですね。実は知ってます、先週のね、うん、この金八アゴラその前のやつで私が、ね、その大阪ダブル戦の分析したのをですね、うん、ある衆議院自民党の衆議院議員が、うん、大阪府連関係者と官邸に参ったそうなんですよ。で実は今日のこの放送も、うん、あの両与党の偉い人が実は見てます。じゃあその話ちょっとやりましょうか。まあ、あの特にこの後 の、はいはい、あの消費税絡みのとこを見てます。じゃああのこの際あの、うん、原発とかね、福島関連で言いたいことがある方は、そうですね、まあ、もうさっき言いましたように2点ですよ、うん、若い人には、うん、あの女性とかには借り出さないということ、うん、はい、
それは細胞分裂がまだやってる人ですね。うん、で参加するんだったら年配組をいろんな形で連れて行って、うん、あの少しそれもちゃんと線量を測りながら、うん、そういうことと、うん、やっぱり開かれた状態でちゃんと、うんね、それから6号線は一部トンネルにしてほしいですね。あまり予算つけなきゃいけない。じゃあ私の意見はそのトリチウム水と重水による発電をやってください。それはあの究極の廃物利用なので、うん、それできればすごいわけだからね。ちょっとこれはあの、ね、もう物理学者としても必ずできることなので、はい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 、ぜひやってほしい。しかも生成するものが軽水素とヘリウムですから、うんうん、非常にあの害も少ないので、はいはい、それはぜひやっていただきたいと。除染もねあの、うん、もうすごいもちゃんと考えないとトンパックの対応期限がもう来ちゃうんですよね。あ、そう、あれもうどんどん避けてますよ。そうそうそう。そうで、この間のね、豪雨でもなんかどんぶらどんぶらもうなんか全部出ちゃって、ね、花が咲くというか、うん、花じゃないですよね、雑草がね、うん、こうニョロニョロと、そういうのもだいぶ写真がね、うん、出回ってますよね。そうそう、いや本当になんかね、見に行ったんですよ、うん、ずっとあの黒いね、トンパックってずっともう積んであって野ざらしなので、そうそう、上空から見ると異常な光景なんでね。そうなんですよね、うん、でやっぱりね近づくとすごい線量上がる。はいもともとね、あの本当にね北九州でね、うん、あのなんていうんですか、うん、あの廃棄物を、うん、その受け入れるのを、うん、やっぱりあの やめてほしいって言ってたグループの人たちから、うん、ツイッターがずっと入ってた、はいはいはい、そうするとね来たトラック宮崎から確か入ってずっと国道は、うん、にあそこだと3号線かなんか上がって、はいはいはい、それで北九州に来たら、うん、そのどんどん上がっていくわけですよ、うん、あの時 0.67 まで上がりましたからね。あ、私それはツイッターでどんどん写真が送られてくるからね、うん、だから沿線でそれだけ沿線っていうかそのトラックが近づいてくる、あ、やっぱり分かりやすいですね、あれ国道15線エッチロンチ走っていたんですか。15線ですね、あっちの東側だから。こっちが3号です、ね、3号です、そうそう、あの熊本の方が3号です。だから戻りたい方はいいんだけれど、うん、やっぱりね、あの育児世代を中心にこのままの基準線量じゃ戻りたくないっていう選択をしたい人もいるわけ で、ね、そういう人たちに対しては無理強いしないでちゃんと保証を考えるべきだなっていうふうに思うんですよね。だから移住先にちゃんと行ってもちゃんと同じように保証すべきです、うん、とりあえず世田谷のように取り組んでいただければ、うん、まあ一応こう、そうですね、ちゃんと向き合ってるとうん、やっぱり子供の権利。林間学校も OK ですか、ね、川場村移動教室のこと言ってます。川場村移動教室、はいはい、それはどうぞお任せします。川場村移動教室をひたすら反対してた区議が引退しましたんで、今回絶叫してる人が、もうね木下さんとね須岡がいなくなったんで、もう寂しいっていう声があるんです。超ローカルネタだった。超ローカルネタだから、あのローカルネタもう、じゃああれは復活すふとやるんですか。いや、もう禁止はしてない。だから、いや騒いでる人は騒いでるだけで、細川区長はちゃんとやってます。だからそこはもう川場村との関係もあるので、結局なんかその反対してた方たちもこれで川場移動教室を取りやめると川場村が潰れちゃうよってことになるので、そこまでは責任を負えないよねっていう、すごく辛い状況ではありますよね。だから続けざるを得ないってことね。実はまたローカルですけど、12月の6日にですね、はい、成城学園の南口で川場村さんのですねバザーがあるんです。おもうなんかちょっとね食べておえですか。いや、そうか、そうか、まあ、なかなかそのえでも今結構食べておえの話はあの割とどこも盛況なんですよね。うん、まあ学園祭とか行けば大体そういう福島のお店とか、そうそう、必ずやって、でまあ一部ね、こういう批判する人に対して批判が来るっていう今状況になってますから、でも全体のことを考えると日本産の豚を食べて応援でみんなで運動してほしい。こっちの方が大事ですね。まあ、TPP の問題あまりに豚肉がね譲りすぎない。いや、だからでもね、うん、とは言ってもやっぱりなんとか豚、うん、あのスーパーで売ってる森のどんぐり豚みたいな、うん、そういうレベルでも、うん、やっぱりね雑炊にした鍋でした後の雑炊の味はやっぱりね違うんですよ。やっぱり油の旨味が違うんですよ。やっぱ国産豚はやっぱり美味しい、うん、でちゃんといい飼料をね食べてたりすると味の違いはあるので、まあ、それ産地が分かってるやつですよね。単なるよく一番安いのって国産豚こま切れで、国産のどこだか分かんない。知ってる、今度ルール変わるの。
あの加工食品も細かく産地表示しろっていうふうに、はいはい、あのなんとこれもこれ公明党が申し入れて通りましたね。あ、そうなんです。え、加工食品の場合はその原産地じゃなくて加工場所なんですか。加工場所でしたね、うん、それから原産地の材料も示すように来年4月がなりますので。ああ、そうなれば、うん、これは大変いいことです。素晴らしい、消費者も安心ですね。選択肢がね、増えるというか、うんうん、選択しやすくなるっていうのは、ね、結局情報公開してみんなが選べるようになれば、うんうん、どこのを食べるのを実際のね、うん、だから食べて応援したい人はすればいいし、したくない人はしない選択を保証すればいいわけですからね、自分の考えでね、うん、なるほど。ちょっとあ、で次は何でしたっけ。行き過ぎでした。次はいよいよですね、消費税の、ね、消費税の皆さんがあの中田町でテレビでご覧になる、はい、今もうこのことで書くと胸に燃えてますけど、はい、これはもうちょっと、はい、もうこれは田口さんに話します、ね、じゃあ田淵一をまず、はい、田淵一、はい、ここ出ます。まずですね、はい、あの世論調査の結果ですね、はい、FNN の世論調査の結果、はい、国民の7割超が軽減税率の対象品目を全ての飲食品にするべきだというふうに、うん、回答しています。うん、それでですね、はい、まあ酒類除く飲食料品ということは、うん、1.3 兆円なんですね、はいはい、でこのことについては最後にあの石川さんが非常に不満だという話があってですね、ちょっと後でこってり言って、はい、なんかツイッター上でも田淵の言うやっつけろも出てくるみたいなこってり伺うとしてだから結局なんかね、線引きをすると、うん、あのなんか業界団体のロビー活動が強いところの品目だけ採用されるんじゃないかみたいな、うん、変なね、あの勘繰りを持つ人が結構いるんですよ。ね、それはね多分違うと思います、うん、で今のところどうも、うん、あのそれで、はい、いいですね。でね、うん、もう一つとなんか最近あの公明党さん変わっあの農業に力を入れてるようでして、実はあの前回の統一地方選でもかなり、うん、JA は公明党に投票してました。あ、そうなんですね、ええ、今まで自民党に投票してた JA さんとかかなり TPP の恨み で、うん、はいはいはい、でそれをしたらなんかね、米助っていうのね、ほうほう、なんかこういうキャラクターが出てる。おお、その横の方ご存知ですか、山内さんお名前、この女性の綺麗な方、佐々木さん、佐々木さやかさんという、その、それは有名ですね、神奈川県のですね、ポスターいっぱい貼ってますから、ね、この方ですね、この方弁護士ですね、元弁護士ですね、はい、米助というのが出しているようでして、なんかあのすごくですね、なんかこう、うん、JA の票をですね、こう集めてるんじゃないか。だって神奈川 JA なんて言ったらもう自民党ガチガチでやってた、ね、僕もだいぶお世話になりましたけど最近だいぶですね、あの変わってきてるようですが、うん、まあ国民の7割超がこういうふうな意見を持っているそうです、うん、ちなみにこの議論っていうのは、うん、もう増税前提ですか。ジッパーあのね、増税ちょっとそれ後でやる。ああ、じゃあちょっと、はいはい、じゃあ小出しにしていきましょう。はいはいはい、じゃあ次、はいはいはい、じゃあ田口2にお願いします。はいはいはい、それでですね、はい、ちょっとこれもう一度復習になるんですけど、はい、大阪ダブル戦で負けた原因ははっきり言って野田武が悪い何回でも言いますはい、それなぜかというとね、はいはいはい、この時もうみんな一勝一敗だと思ってたのがいいんですよ。立花隆さんは違ったけど、うん、私一勝一敗だと思ったんですよ。いや僕も思ってた、だって、うん、ヤンヨツさんは硬いと僕は思ってた、ね、思ってた、そうみんな思ってましたね、思ってたね。ところがね、はい、直前になってあかんで、実は、はい、選挙直前の水曜日までに谷垣さんが折れたら、うん、一応ね、いいかな、1兆円に乗せたら一応公明党 OK の予定だったんです、うん、そしたら山口代表が出てきて、うん、柳本に入れろっていうふうに言う予定だったらしい。で実は大阪っていうのは衆議院でいうと、うんうん、衆議院の1区から6区なんですね、はいはいはい、でそのうち3区5区6区は公明党の現職の衆議院議員が連続当選してるようなところなんで、上昇関西で上昇、そうですね、そんなもん敵に回すやつがあるかって話なんですねもう特別なとこですからね、特別なとこです、はい、でさらにちょっと役職見てもらいたいんですが、はい、党の代表は自民党が安倍総理、はい、で公明党は山口ですね、はい、松尾さん、はい、で幹事長は谷垣さんと井上さんで、うん、今2人で仲良く中国に行って、はい、はいはいはいね、はい、そして税調会長は、はい、何のあ野田要はダブル野田武さん要いりません、うん、野田武さんから宮沢さんに変わったんですね、はいはいはい、ほんで、選対委員長茂木さんなんですが、はい、公明党はですね両方とも斎藤哲夫さん、はい、一番責任に回しちゃいけない人ですね。でですね、この野田さんと宮沢さんがですね、はい、斎藤さんをいじめまくってたわけですね。それ一番怒らしちゃいけない、一番怒らしちゃいけないです、ね、で私はこのことをですね、柳本事務所とかに電話してね、うん、このね、
公明党が全然動いてくれないんですって言うわけですよ、はいはいはい、あのねいて野田さんと宮沢さんがね斉藤さん怒らせていじめたでしょって、うん、あの消費税の軽減税率問題でっつって、はい、あの税調会長と選対委員長が同一人物って知ってますって言ったらそれはもう当然の結論ですよね。でね、はい、大体公明党って大体あのスイッチ1から6がありましてね、はい、先週も言いましたように、はい、私も言いましたあのね、はい、世田谷区長選の悲劇を見れると。はいはいはい。ね、はい、もう3回目になって恐縮ですけど、はい、もう世田谷区長選どうだったか考えなきゃいけませんね。あの時にもうね、公明党がやる気なくしてたわけですよ。はい、そしたら、4月19日の、はい、その決起大会で公明党が集まった時に谷垣さんが後から押しかけたんですよ。はい、そしたら、公明党パートが終わったらみんな帰っちゃったわけですよ。はい、そしたら、ね、あの7対3で負けたんですよ。はい、ね、開票10分で当確が出たわけですよ。もともとね、あの補佐学長、国会議員時代も選挙は弱くてたわけですよ。それはぶっちぎりですからね、今回。もう本当にね、だからね、ダブルスコア以上でも、ダブルスコア以上、だからその蓮舫ちゃんとか、うん、小舘さんの、うん、あの立正厚生会さんの場合はギリで入りますけど、うん、公明党の場合はこれがあるから怖いわけですよ。そうですね、徹底しますよね。で、あの公明党の関係者に聞いたらね、はい、こう言ってましたよ、はい、田淵さんね、いてうちのねメンバーは信頼関係がないと力が入らないんですよって言うんですよ。寝るときは寝る、はい、もう本当にそういう話でして、はい、で実はこれ見てほしいのは、ね、はい、実は官邸が調整に乗り出しまして、はい、一応、まあ、8000億円から8200億円にしろと、うんうんうん、で実はあの菅官房長官が8000億円規模にしないんだったら増税そのものを見送るって言ったんですよ。おもう林田さんが喜びそうな話ですけどで、ね、よく考えてほしいのは、うんうん、自民党の主張じゃない、自民党税調の主張、うん、野田武の主張は、はい、4000億そうで、もともと安倍官邸が4000億を出したと、ガセネタ最初流したのを、うん、野田さんとかあれで公明党がかなりお怒りになった、お怒りになった、はい、ね、それ最初はゼロ回答だからそんなわけないだろうと思ったんですが、そんな話出てで公明党の主張が1兆3000億ですよ、はい、それ酒以外の全ての外食も飲食なんですね、はいはい、そうするとね足して2で割ると8500億なんです、うん、あってことは8200とか8000っていうのは、うん、実は中間点よりも自民寄りなんですね、うん、だからこの野田武史さえいなければねまとまってたわけですよ。はい、はい、ほな柳本さん通ってたのにね。そしてかわいそうな、今役職ついてないのになぜしゃしゃり出るって話じゃん。そうなんですよ、この人ね本当はね本当もうね失脚したはずだよ、まあ、出てくる財務省の代弁者みたいな感じに振る舞ってますよね。そうなんです、いやなぜそこまで野田武さんはこれに、なんかでも自民党代表みたいな顔してるけど新進党とかにもいましたよね。いや彼はいろいろそうそう彼はその地下税を作ってバブルを崩壊した張本人ですけど、はい、で実はねちょっとね、はい、今日ある、うん、与党の方にね、うん、あんまり言うと怒られるけど、うん、その財務省の役人が来てですね、ほうほうほう、もう軽減税率を堪忍してくれと、うん、だからね、財源はあるけれども、うん、システムが間に合わないんだって言ったらしいんですよ、うん、おでもねって、うん、そしたらそういう人はね、その食品でもね、うん、生鮮食品ができて加工食品ができないって、うん、そんな変なシステムもあるのって聞くところによるとほとんどのシステムもレジも対応済みで、はい、できてないのほんのちょっとでしょ、まさか君たちそこからお金もらってんじゃないのって言ったらしくてちょっと巻いてあげてそのできないシステムのところからあるいはそのできないシステムを某官庁が採用してる、そうそう、あーなるほど、まあ、その2017年間に合わないということ、ね、でもそれでも某システムはね、まあでもそんとしょ早く対応しないとシェア下がりますよね、うん、いやまあだからそういうなんか合併の話とか出てましたっけ、そのね、そういうそのヘボいシステムのね、やっぱりか、でもね、あれなんです、またね、システム監査人協会とかいろいろ論文書いててもね、もうそこの人が私、いつも嫌がらせするんだけどね、だけど、まあやっぱりね、もう諦めろと思うんですけどね。っていうか、もうここまでだったら、もうそんなこと言ってる場合じゃないですよね。うん、でもね、面白かったのは、先々週かな、はい、ある新聞がね、うん、ガセネタつかまされて、野田武がですね、はい、青色申告会で今度プリペイドカードをしたらそっちにピューンと乗っちゃってね、うん、その次の日
先週金曜日自民党のね、はい、候補大変だったんですよ、誤報を捕まされてね。あ、最近どうも新聞社ってそういうの多いんですね。 なんかこれはっていうの騙されちゃうんですね。もう野田武さんは失脚した人なんですからね、新聞社もちょっと考えなきゃいかんわけですよ。でしかも野田さんのせいで、あの柳本さん落ちちゃったんですね。もうあれだから大阪の件も一生いっぱいだったらだいぶまたね、そうね、いや、ま、ね、私元大阪府民だから言いますけどね、はい、これでまた恐怖政治があと4年続くかと思うとね、うん、まあ、そうもう嫌になりますよ。全部野田武が悪い、うん、ほんまに。それあれ都構想も持った再度ちょっと中身変えてもう一回やりますんでしょ、まあ、総合府になるって話もあるんですけど、はいはい、もう本当でもね、私もね、野田武、野田義彦、野田聖子ってなんか野田って名字の人ってどうしてこんな人ばっかなんですかね。もう本当にもうね、なんでですかね、本当に野田っていう名字の野田聖子様ですか。でも、まあ、でも今回の件で、まあなんだっけ、財務省的な最終的にどこで落ち着いてほしいんですか。やめてほしいっては正直あるんですよ。いやいやいや、だからその財務省のシステムがそこのその会社のシステムかもしれませんよ、ひょっとすると。いや、そのでもそれを支出する意味もない。いや、だからその明細単位で消費税の計算のできないシステムの会社が、そういうことですね。こう官庁に強いというか、ね、まあ、で、あの、じゃあ田淵さん行きましょう。はいはいはい、田淵さんで、田淵3番はい、それでですね、はい、3で、あ、左じゃないですか。そうですね、はいはい、もう一度言うとこれですよ、はい、これ ね税率のところをね、うん、やっぱり5にしなきゃいかんのじゃないかと思いを込めて5にしてるんですよ。いや、もともとね、最初から1段階目からやっとけよかったんですよ。最初からね、はい、5% 据え置きにしとけよかったんですよ。そうですね、これでね、で上げるものだけ上げて、そう、この横に計算のできないシステムはちょっとだけあるんですよ。もうほんの少数ですよ、はいはいはい、もうレジももうほとんどができてますね、はい、できない団体ができないところがあるんですよ、ね、なんかとか甘くなってるんですかね。まあ、わからんすけど、今日かとですね、某与党のところに来て、君たちそこからお金もらってんのって言ったらね、そうですね、このまま徹底抗戦して負けていく旧日本軍みたいな、ね、そうなんだ、とかもうこれだって抗戦もないもんできないですよね。いや、本当に面白かった。だって生鮮食料品ができてなんで、うん、加工品ができないのとか言ったらね、うん、俺が困ってたみたいでね、うん、だってもうそこ分ける意味もないしね。いや、もうそれはほんで帰ってね、で、はい、食品全部ってした方がいいんじゃないのって話です。で、うん、で前回からちょっと変わったことを言うと、はい、簡易課税業者については、うん、ドイツと同じでみなし単一税率ができるんですが、はいはい、10日間測定して、うん、仕入れ実績か売上実績を見て決めるっていう風なにやるんだけど、うん、できない時はもうエイヤーポンでキューっていうのを選べることになりました。みなし単一税率 9%、 あ、もう妥協の産物ですね。もう、まあ、8と10の間、うん、ということですね。あ、まあまあ大体妥当なとこでしょ、うん、でただね、駄菓子屋さんがちょっとだけなんか、うん、タバコ売ってるケースはもうエイヤーポンで8とかね、うん、そういうことですよね。あるいはまあその逆に、洋服屋さんがちょっとだけ新聞を売ってるとかね、うん、そういう時はエアポンで10とかね、まあ、それも一応認められる方法で、なるほど。だからあの簡易課税業者さんは、うん、いわゆるあれですね、うん、税込み経理をする分には、うん、単一税率が維持されることになりますんで、うん、ここに書いてある簡易課税業者は、うん、税込み経理内税表示なら事実上単一税率が維持されます、うん。でこのことをね、うん、全国中小企業連合会中央会に説明に行ったらもう、うん、あ、田淵さんこれでええと、うん、もうこれで完璧やと言われました。もう文句ないと、なんか面倒がね、なくなればいいんだ。だからもうその組織上げてね、はい、反対するのやめるとおっしゃいました、うん、だからこの間誰かさんが集めたね軽減税率反対集会もね、うん、まあ、言っちゃ悪いけどね300人しか集まらなかったね。しかもね、うん、あれもよく聞いたらですよ、うん、もっぺん言いますけど、うん、百貨店業界は反対しない、うん、コンビニ業界も反対しない、うん、鉄道業界も反対しない、うん、なぜかチェーンストア協会だけが反対してる、うん、どこのレジ使ってんのかねという話で、ね、でまあ、うん、どこがあかんか全部知ってるよって、ね、うん、その人も言ったらしいんです、冒頭の秘書さんがね、うん、そしたらもう財務省の人が、いや、またお願いに上がりますんでって言ってね、うん、もう無理よって言ったと。まあまあまあ、まだやるんですかね、まだ抵抗するのかねと思ってます。でも、もうこれはこの抵抗はもう無理ですよね。無理ですし、ね、この間ね、私山梨行った時にね、うん、その電車の中でね、うん、その JR のね機械見たんですよ、うん、あ、これ複数対応してるメーカーですねって、あ、そうですねって、どこどこのできないんでしょうって向こうから言われましたからね。あ、してしてです。もうだいぶ広まってるみたいですよ。やっぱ有名なんですね。有名のようですね。はい、じゃあその次行きましょう。4位ですね。田淵4、はい、田淵4位行きましょう。で
これがですね、はい、もう一つ重要な論点なんですが、はい、インボイスというのは実は請求書の税額欄なんですが、はい、これは脱税防止効果があるということで非常にいいことなんですが、はい、実は今のね、税制っておかしいんです。あのね、課税売上目的で課税業者から仕入れた場合控除できます、本則これいいですよね、ところでこれはですね、免税業者から仕入れてもなぜか控除できてしまうという益税問題があるわけですよ。これとんでもないですね。でももっとひどいのは非課税または付加税売上目的で課税仕入れした場合は、なんとかぶってしまう。分かりやすい例を言いましょう、はい、この間沢大志さん来られましたけど、はいはい、病院が CT スキャンを買いました、はい、1億円かかりました、はい、800万円の消費税はなんとかぶってしまって転嫁できなくて、しかもこれね、控除対象外消費税ってことで、これはね引けないんですよ、還付されない、はいはい、つまり病院が負担になるんですね、ところが、犬猫病院が使う CT スキャンは、これは還付されるんです、課税売上目的だから。これ不条理だと思いませんか。同じ CT スキャンを買っても、犬猫用病院は還付されて、人間用のは還付されないというちょっと恐ろしい世界にも例を見ないおかしいことになって、あ、そこはやっぱりシステムの不備。いや違います、これはね、消費税は、売上税なら良かったんだけど、消費税の帳簿方式採用によってこの歪みが起こっちゃって、どこに課税するかってことで、ところがこれがですね、2017年の4月からは、インボイスになりますから、事実上ね、簡易であろうとインボイスになるんで、はいはい、益税も損税もきれいになくなるんですよ、本則課税については、これいいですね。これインボイスを導入すると、3兆円ぐらい税収上がるってことですか。これは脱税防止効果があってそうなんです、だからね、そしたらもう軽減税率はもっとガーンと思う。いやいや、それは今日の話でして、もっと大盤振る舞いで、次、で5番いきましょう、はい、これ重要ポイントね、はい、つまりこの課税売り上げもなくなると、でこれはあれか、次だから、そしたら石川さんの1にいきましょうかね、軽減税で、実はですね、このことについて石川さんが非常にお怒りでありまして、ツイッター上でもお怒りでありましたんで、どうぞ、はい、もう主婦母代表として、怒りに燃えております、皆さんお聞きください。なぜ景気が悪いと庶民は思っているのか、なぜ財布の紐が固くなるのか、これがですね、消費税上がってもう通税関に毎日毎日もうね、食べ盛りの子供を抱えてスーパーに行き、安いけれども国産の品を買い、そこに税金がかかってくる、確か私でもね、日曜日に買い出しに行かされてね、4時半に行かされてですよやっぱりね、30% 引きとシール貼るの待って買うわけですよ、まあ、子供たちの念を送るんですよ、はよ貼れとやっぱりそういうの買っちゃいますよね、それで、はい、でね、軽減税率、ずいぶん巷でもね、知名度上がってきましたよ、でも考えてください、軽減ってどういう意味ですか8% の消費税が 10% になった時に8にします、ただの据え置きというんですよで軽減というのは8よりマイナスにしないと軽減じゃないわけです、まあそうですね、私一応日本政治総史の専門家です日本語はね、正しく使わなければいけませんいや、いいことです、はい、実際ヨーロッパとかではやっぱりゼロを含めて違う税率をかけてますよ ね、 うすね、もうね、軽減税率とか言わないで複数税率とか言ってね、もうガンガン入れていけばいいんですよ、イギリスはゼロですね、イタリアが4ですね、低いですね、フランスは5または2.1、はい、極端に低いですね、だから軽減ってやっぱもう政治的な産物なんですよね、あの政党がこれを手柄だっていうためには仕方ない、いやいや、これ違います、これ本当はね、あの政党もね、せめて7にしろって言ってたんですよ、それが野田武があんなこと言うからもうこれで精一杯だったんで、で8を維持するから、いやこれは本当はね、その公明党に言わせるとね、まあ与党だから予算がって言われるときついから、本当は野党に助けてほしかったんですよ、はいはい、だなんで黙ってんのかと、野党助けないですね小沢さんと、だからね、はい、そうなんですよ、私は思うわけですよ、こうね、まあ確かに7になれば軽減したとね、1だけどね、財布の紐は固くなる、景気が良くならない、でインボイス入れて3兆円増収になるかもしれない税収、はいはい、ガーンと大盤振る舞いで軽減すればいいんですよって、でね、中間層がこの20年どんどん痩せ細ってくる、中間層が痩せ細るとね、
もう物が買えなくなってくるわけですよ、うん、そりゃ景気も悪くなりますよ、企業もね、売り上げ落ちてきますよで、ね、ここに何とか、はい、育児母の視点、主婦の視点からすると、はいはいはい、レトルトの離乳食とか粉ミルク、うん、これが加工食品で軽減対象外になるって、外にならない、大丈夫、これは大丈夫、いいですか、はいはいはい、じゃあ医薬品とか、うん、これね、医薬品はね、ちょっとね、うん、制度設計でまずいと思うんですよね、うん、これ入れなきゃダメですね、ね、塾代とか、はい、制服代とかランドセル代とか、うん、文具とか、あとライフライン、光熱費も節電してもしても年季で上がってきますからね、光熱費はね、あとは通学定期券とか育児用品、介護用品、トイレットペーパー、サニタリー用品などの生活用品、はいはい、これあの必需品ですよ、減らす、もう限界まで減らしてるんですよ私たちは、はい、でここをね軽減対象にすべきと、うん、そうしたら少し財布の紐も緩んでくる、うん、これ最大の景気対策になるわけですよ、うん、もしね、うん、女性を大切にするっていうことでしたら、うん、やっぱり子育て、うん、それからあと介護関係ですね、うん、そういったところに明らかにもう、うん、あの軽減税率が、うん、あるいはもう本当に据え置きなり、うん、もっと、まあ、あの 5% の 5% でもうさっきりすると、はい、うん、そういうのを明確にね、うん、打ち出して、うん、やっぱりいただきたいで、なあの何ですかって私言いたいのはね、うん、希望出生率って出生率ですよね、あ、そう、あれ 1.8 とかね、なんかあの合計特殊出生率っていうのが、うん、まあ、女性がね、うん、何人産むか、私3人産みましたけど、それ石川さんも3人産まれてますけど、うん、その3人っていうのは根拠があるんですよ、うんうん、つまり3人産めば、うん、少し増えるんですよ、 2.2 とかね、 2.3 ないと人口痴漢水準までいかないから、バカでも分かりますよね、そう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 、バカっていう言葉あまり良くないけど、まあまあ3人ね、そう、分かりますよね、はい、それで子供産まない人もいますし、うん、いろいろあるから、うん、少なくともまあ埋めればやっぱり3人産まなきゃダメかなっていうのは、うんうん、だからその3人を基準と考えるような、あの、そう、行政、3人子育てしても、うん、そんなにね、うん、負担感がないっていうところまでいかないと、うん、それはね、いくら希望したってね、うん、1.8 までのいかないですよ、難しいです、だからね、公明案手ぬるいんですよ、公明案手ぬるいの、今日だからツイッターで田淵をやっつけろって、いや 1.8 を希望としてもね、1億人、それからね、厚生労働省はね、あのちょっと私数年前に、あの授業でね、65年後には5000万切ると、うん、そこまで数字がね、厚生労働省に出てるよというのを1枚スライド作ったことあるんですね、あ、それで授業の中に入れてたんですよ、うん、そしたらあーって言ってましたけど、うん、ところがそれが今8000万人、うん、2060年で8000万人台ぐらいでこうカーブ、うん、まあ今右と左ちょうどね、うん、バランス取れてるような感じ で、うん、そこぐらいから1億人っていうね、うん、それこそもう希望の希望ですよね、うん、だからまずそういうところを具体的に反映させる希望を与えるとすればですよ、うん、希望出生率で希望を与えるとすれば、うん、1.8 でも全然増えない、だから産んで終わりじゃなくって、育てて最終的にその子が大人になって納税者になるところまでいかん、支援しないと育児支援とは言えないわけ で、次の世代をまた産むところ、そのためにはやっぱりちゃんとね、健康の元となっていく食であったりとか、そういう衛生とかをね、きちんとしていく、日本が沈没しないためには子供たちがまともに育って、ちょっと声が荒くなって教育もね、身につけると、まともに育って、そしてその子たちが納税者になるっていうところまで考えて、そこまで、ね、支援して初めて本当の育児支援です、子供が一人生まれたらかなりのね、お金使いますから、物も買うし、可愛いもの着せたいし、はいはいはい、本当は消費が伸びるんで ね、 そうですね、今日本が爆買いとかで喜んでるのは、うん、だからもう消費者じゃないんで、もう外国人が来てお金使うから、う、企業はそれでもそっちで儲かればいいって発想なんで、石川1に戻してもらって、石川さんからね、うん、安倍総理に大きな提案があるそうなんで、安倍さん、私が総理総裁だったらどうするか、選挙を睨んで、ちょっとこれ皆さんよく聞いてくださいね、もう消費税 8% 据え置きで、軽減税率は 5% で先行実施をする、はい、この条件で解散総選挙をすれば与党は大勝します、すごい、で私も世田谷区内細かくいろんなところ回ってますが、うん、
国民の大多数はいわゆる生活保守主義で体制変革を望んでいるわけではない、うんはい、むしろそこまでしてですね、うん、生活を守らなきゃいけないような政治にしてしまった責任は誰なんですかと。保守というのは何を保守するのかといえばですよ、うん、国民の生命財産安全を守るのが保守ですよ、うんはい、竹中が悪い。そうです。そこができなくて何の保守政治家ですか、保守政党ですかと言いたいです。新自由主義でぶち壊ししてますからね。そうなんです。これ消費税だからあれですか、うん、オリンピックのねあと多分不況来るって言われてるんですよね、うん、ってことは、まあ、石川も消費税はもうオリンピック終了の後の反動が来てもまだ8でいくと、うんうん、もう2025年ぐらいまでは、うんもう8でいって、もうね段階的にね軽減税率も8からもう5から0まで30までいってもいいでしょ。食品とかそう基幹的なものはね、米とかね、うん、これ本当に思いますけどね、うん、1段階目から 5% 入れとくべきでしたね。もともとだって消費税はね複数税率で始まってるわけですから。そうですよ、あの自動車は 6% でしたからね。あ最初はね、そうだから先ほど先生の話だと、うん、結局そのイギリスはゼロなんですよね、うん、食品。そう、うん、アメリカはね0から6ゼロから一応州によって違います、うん。だからね、私あの石川総理総裁にしてくれなくてもいいですから、このプランだけぜひ採用していただきたいと。だから野党もこういうことをできるような人だったらね、だからねこれね、うん、これ社民党の人に聞いたらね、うん、もし安倍さんがこれやるの一番怖いって言ってました。だって私だってやりますもんこれ、うん、これやられたら、うん、多分もう選挙もう戦えないです、ね、ボロカスな勝つだろう、うんうん、ただこれもっぴん言いますけどね、うん、小沢先生なんで小沢一郎さん今度ね、うん、あっち合流されるみたいですけど、はいはい、どうして生活の党がこれ言わないかね。そうそう、一番生活で密着してるんですよね、はい、生活じゃなくてやっぱ業者を見てると、いやまあ、国民の生活が第一位になるから。いや国民生活これね、うん、この間こういった小山さんに怒られましたけどね、私もね小沢さん立派な人だと思ったけど、なあの去年のね、うん、あの東京あの総選挙で東京12区でね、うん、あの時もっぺん言いますよ、うん、あのね当時あの太田さん公明党の太田さんのところはね、はい、小沢さんはこう言うと、うん、軽減税率なんかせこいことですぐにやれーと全部 5% にしろーってね、食品全部 5% でもうだからこの今年ですね、2015年の4月からやれーと、はい、何をせこいこと言ってんだ公明党はね手ぬるいって言うと思ってたらしいんですよ。あら本当は、はいはい、ところがね軽減税率は無駄です、無駄ですって青木愛ちゃんが言ったからずっこけたって話。あらららららまあ、いやだからね、本当に増税反対だったから、まあ、そうそうそう、増税だから、うん、そう取らないからね、だから、うん、経験税率ってのはだから据え置きなだけっていうイメージ。いやいやいや、今日は田淵潰し上げるからやった日本語は正しく使う、はい、大人がまず正しく使う、うん、で人の手本となるべく政治家が正しい日本語を使う、ね、8% だったらただの据え置きなんですよ7になれば低減、そうそう軽減というかにはもう7530もういくと、はいはいはい、正しい日本語の使い方の教室も、そうなんですよ。それはね、でもやっぱりヨーロッパやアメリカや、ね、先進国でやってることはやっぱり日本でできないっていうのはやっぱりもどかしいですね。それはその下手なシステムがあるから、ね、例えば東大官僚的には、はい、多分税金大蔵官僚的な発想を貸すと広く薄くっていうのがもともと消費税なんで、ああそうそう、だから車とかが逆に下げて、うん、なるべく標準化して同じ割合に出すっていうことが、はい、多分大蔵官僚の理想なんです。まあ一応シンプルで広く薄くやれば反発もないし、はいはい、まあ、でも、ね、広く薄くやるってことはこれ逆進性が高まるってことですか。あのね林田さん知ってます、あのね G7 でね、うん、基礎的食料の最高税率は日本ですよ、知ってます、はい、8% 最高。だから私は広く薄くはいいと言ってるんじゃなくて、東大官僚はそうしてきてるので、それを打ち倒すってやっぱ国民の金さん、ね、だから政治家でも、うん、やっぱり東大あ官僚官僚出身の人がいるし、これねなんで生活の党が言わないのが不思議でしょうがないんだよね、うん、じゃあ私が生活の党乗っ取るで、ね、これね聞いてみました。一応ね社民党はこれでいいって言ってましたけど、うん、でもねこれ言うとね安倍が真似した時にえらいことになるって言ってる、うん、これ本当はね生活者ネットとかね、うん、共産党とか言うべきなんだよ、ね、だから共産党は言えないですよ、特定、うん、損する業者が出ると、うん、だから恩恵業者と、うん、そう恩恵受けない業者が、あくまで業者の党なんで、そうそういうことだね。そうか、だからこれね、うん、本当ね小沢さんこれなんで言わなかったんかと思って、だから小沢さんも業者の、うん、消費者よりも業者の方が、まあ、やっぱり票がね生活の党の聞きましたけど
ね、うん、なんかね、そしたらなんて言ったか言うとね、うん、まだ特定業界との癒着がとか言ってね、うん、まだどっかのメーカーにね、うんうん、なんかもうその複数税率できないメーカーの味方みたいなこと言ってるわけですよ。だから業者と国民どっちを取るんですか。ここでね、最後まで反対してるね、森の牛劇って私と一緒にね、うん、校長が出た人いるんですよ、うん、あの人悪魔ですよ、悪いけどあの人なんかね、ね、配偶者控除は究極のばらまきでね、うん、廃止しろとかね、無謀なことばっかり言うわけですよ、うん、あれでしょ。だからやっぱりあの選挙の争点をもっと分かりやすくして、じゃあ私たちが、まあ、分かりやすくって言ったら消費税 0% とかって言っちゃう政党がいるんですよ。全部消費税やっぱり0%。消費税社会の実現のために消費税 10% にする必要がありますよと、ちょっと名前忘れ、どなたか、誰が言ったそんなこと、どなたか言ったのをなんか私チェックしたけど、だって私あの大阪大学の某教授みたいに増税すると景気良くなるって言った人言うんですよ。なんでって聞いて、売上増えるかって、お前それ税込み経理やないかと思うんだよね。それはあかん話でね。でも実際今のやり方でやったら、まあ、仮に 10% になってもやっぱり税収は足りないですよね。で次財務省は15とか20とかって話、いやだからそれは実は、うん、今ね言っていいんかな、実は、はい、もう一つの部会があって、はい、単税力に応じた新税ってもう一個の部会があるんですよ。それで私今日ね、はい、ちょっとあるその和食屋さんでね、はい、怒られたのがね、うん、飲食税なんですけどね、うん、5000円にしたいって言ったらあかんあかん言うんですよ。だってそこね、夜のコースは6000円なんですって。ああ困るね、困るぞでね、7000円か8000円にしろっていうの横のステーキハウス聞いたらあれ5000円でええって言うんですよね、うん、まあまあ店によって。皆さんどうぞ感覚としてね、うん、飲食税って昔3000円超えると10%か、はいはい、ああやりましたね。いくらがいいですか。僕5000円でいいと思うんだけど、ね、酒も含めてですか。1人じゃあそれはね、うん、消費税とは別の議論で、うん、1人当たりいくら以上食べたら超過分に 10% 課税って、はい、結構進んでるんですけど、3000円でいいんじゃないですか。昔3000円、そうそう、じゃあ飲み放題をつけると3500円ぐらいになっちゃうんですよ、うん、なるほどで今ね公明党は5000円と言って自民党1万円って言ってるんだよ、うん、だから結局ワタミみたいな、うん、格安居酒屋のブラック企業的なのがのさばっちゃう危険があることは、うん、なるほど、5000円と3000円しちゃうとってことね、はい、なるほど。まあでも、まあでもそんぐらいいける、やっぱり本当に貧困層からすれば、うん、まあ他の普通の生活品はコンビニの売り元は安くして、やっぱそっち高くするって方が筋は筋です、ね、うん、やっぱ外食しないもんね。あとね、誰も怒らないのはね、あれですね、やっぱり通行税ね、うん、いわゆるグリーン車とか飛行機のファーストクラス、はい、ありましたね、10%、あれはね、うん、どうも復活しそうですね。まあ、なんだかんだ言ってやっぱり旅行が一番金かけてるし、やっぱ金がある人は旅行行ってますから、これはね、文句出ないんですよね、うん、だってグリーン車で、ね、旅行するような人が 10% 増えてないって別に誤差ですからね。いやそれとかね、それ海外の航空はどうするんですか。だけど国内旅行は海外旅行に比べて損するってなるとあんまりよろしくない。海外はねあれできないね、消費税かけられないね、ちょっとさあ後にしましょう。はいはい、まあその取れるとこ考えたらね、はい、あとね、面白い、通勤ライナーのライナー券とかね、とってもいいもいっぱいあるでしょ。まあ、それは会社に負担させる、うん、まあ個人の腹が痛まないやつはね、懐痛まないやつは、まあ、本当。まあね、グリーン券とかグランクラス券はね、うん、やっぱり取ってもいいですよね、で、まあ、取れるところから取ったら、うん、あとはね、もう奨学金の対応、だからやっぱり不満の学費を下げるとか、うん、そういうところにちゃんと使ってほしいですよね。いや学費すごいことになってますね、国際だからあれは経済的徴兵制に向かってるんだろうというふうに、うん、まあ、勝手に思ってますけど、うん、奨学金返せない人がね出てくるのはありがたいわけです。いや、それともう一つね言われてるのはね、徴兵とおっしゃったけど、うん、どうもトップサイエンス30校は免除っていう噂もあるのね、うん、ああなるほど。で実は関西でもね、うん、受験地図に異変が起きてて、うん、京都には D 大学と R 大学というね、うんうん、有名大学があるんですけど、うんうん、なぜか知らんけど R が通って D が落ちたんです。もうカンカン同率って言わないくなってるってことですか。いやそのだから関西大学は前から落ちてたんだけど関学は受かってるんですよ。でなぜかその D が落っこちて R が通ってるんですでどうそれは浜典子さんがアホのミクスって言ったからいかんのか知らんけれどもでも、まあ、浜さん頑張って、浜さん頑張ってね。でもで今ね37まで絞られててね、あと7つ落ちるんだけど、うん、R は2つ受かってるんで、うん、まあ、最悪合併者は生き残れるわけでしょ。ほらやっぱりね受験地図変わってね、うん、中学入試で R の方が高いんですよ、うん、今年 R は
7倍ぐらいになって、やっぱ人気出てきますね。 D が 1.5 倍ぐらいでね、やっぱりそうなんだなって、うん、やっぱりそういうのが受ける側もね、考えます。やっぱりね、いやだから我々庶民はそれだけ苦労して、うん、あの生活にもう生活防衛で必死ですよ、うん、だから本当にあの体制変革とかじゃなくて、もっと身近な生活についてきちっと議論ができるような政治論、それ考えると生活の党は別に庶民から出発してるわけじゃないので、うん、まあ名前だけから、名前だけそうそうそう看板ですから、本当並みの生活の党を作んない。太田昭宏事務所は、はい、もうとにかくねすぐにやれと言われると思っていっぱいね、うん、その想定問答集を書いてね、いや自民党との交渉が大変でしてとかねなんか言われると思ってたらしいんです。あ、それが青木愛ちゃんが軽減です、はたーい、はたーい、はたーいって、なんでまたその時さ、知らないですよ、増税反対だ、増税反対って、だからそれはむしろ民主党だったら解除、解除というか公約違反、公約をひっくり返して消費税反対にまとめたっていう点で、うん、まあそれはそれ偉かったこと。財源アベノス消費増税って、いやだから逆に本当になんか生活者ネットの保守版みたいなものをきっちり作って、ね、あの、うんね、うん、関係官庁とかとちゃんと折衝して制度設計できるような党を作ったらいいと思うんですよね、消費者党、うん、そうですね、日本消費者党、ああ、ね、いや本当にね2割引きとかの、ね、うん、シール貼るの待って買うでしょ、うん、最近なんかもう大体ね魚と肉が両方安い店そのないから、はい、A スーパーと B スーパー行ってね、掛け持ち、掛け持ち行ってでしょ、時間帯夕方ぐらいのね、うちなんかね、パパ行ってって言われて行くわけでしょそしたらもうシール貼るの待って買うんですよね、はい、でもはよ貼れというふうにじーっと言っていつ貼るかなとこう思って見てるわけですよね、お兄さんの後ろついてちゃった、そう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 やって行ってね生活防衛してるわけですからね、これ本当に小沢さんどうしてあれを言わんかな、ほんまげだから小沢さんはじゃあって昔の古い日本の、資金出してくれる方がいたらその生活と作りますので、あー、なるほど、もうやっぱり消費者目線の政党ですね。消費者目線ですね。もう本当ね、うん、そうなんですよ。だから今日はね、あの石川さんが事前にメールが来てね、ボコボコにやるから覚悟しておいて。保守とは何か。じゃあそれ公明党では手ぬるい。もっぺんちょっと石川一やったんですよ。公明党手ぬるいんですよ。石川一を。もう今日も石川さん怒ってますよ、うん。そうですよ。こんなね 8% で軽減やりましたとか言われたくないですね。うん、だから公明党を支援してる人なんかもこれだと納得いかないですね。ここまでやんないと。そう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 、いやだからこれはね合にしたかったんですよ。ですよね、本音としては本当に最後野田武が邪魔したわけ、ね、だってね本当ね1段階目から 5% 強くなかったんですよ、はい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 、本当に、いやだから5から8に上げるときにやっ、そう、それしときスムーズにいったんで、そのときに食品全部 5% 強くにしたらよかったの、分かりやすかったですね、分かりやすかったんですよ、うん、私は公聴会でそう言ったんですけどね、やっぱりあれ8に1000上げたの相当大きかったですね、痛いね、そうで、あれのせいで結局次の 10% が見送りになったわけじゃないですか、もそれものすごくね景気悪化し、アベノミクスでも、ね、うまくいかなかった、だからあれ本当にね、うん、野田武クビにしてでもね、うん、言う通りにしたらよかったと思うんですよ、うん、本当に、いや なんで野田武をそこまでなんか力も出してね、つまりね税調って税って専門的だから、うん、なかなかねあの野田さんに口で勝てる人があんまりいなかったんですよ、うん、そんぐらいやっぱりスペシャリストだったわけなんですね、うん、まあ、それと、うん、財務省出身で、はいはい、当選10回以上は、はい、伊吹文明さんと、はいはい、野田武さんしかいない、どっちも伊吹さんにちょっと紐つけてもらわないと、いやいや伊吹さん当時議長でした、ダメです、いえそうそうそう、でも野田にみっともないって言ったのは結構大きかったわけですけど、あでもねもう一つ言います、野田武さんってね日中協会会長なの知ってますか、あ、はい、本当にでねあの元秘書が捕まりました、はい、逮捕される前日に辞めはったし、あ、まあ本当にもうで野田さんのせいで柳本さん落ちちゃったんですよ、でも完全にあの大阪がもうあの代理戦争でやられたって感じですね、分かりやすいですね、でも分かりやすいですね、大阪の結果は柳本さんもあの大差で負けましたよね、私はあの時本当ね大阪の事件見ろという世田谷の悲劇を見たかとか言ったんだけど聞かないんだ、でも逆にね、うん、ダブル戦の時にこんぐらいね生活と復讐主義的なことをガンガン自民党とかが言えばよかったのに、いや大阪だけで言うわけにいかないでしょ、いやいやいや大阪で例えば本当にこれね、うん、あの谷垣さんあたりが言うたらね、うん、ほんまにどうなってたか、言わせてもらえないとかってことないですか、うん、でも、まあ、調整が遅かった、ね、いやでも谷垣さんとか麻生太郎さんもそうですけど、どっちかというと増税論者じゃないですか、まあ、で彼らは、まあ、谷垣さんが選挙強いからね、あの人はとかね、あの
京都5区でね、うん、自民しか通らんようなところでしょ、うん、でしかも相手の民主党の方があまり強くないんで楽勝と思ってるわけですよ、うん、公明党協力なんかもいらないしねと言うてるでしょ、うん、だけどこのままいったら10勝22敗とかもっとひどいことないですよ次参議院選挙は。もうだってもう本当に個別の選挙区で公明党協力得られなかった自民党議員は絶対落ちますからね。いや私本当に自主投票ってのは事実これね、はっきりでね、はい、衆参同時選なんかやったら確実に政権交代になると思うんですよ。ああもうだってかなり追い返りでしょ。ただ衆参同時選、参議院だと野党協力それなりにやりやすいですけど、うん、衆参今の状態で衆議院だと野党協力なんて絶対、うん、ただね違憲判決出てるから無理でしょうね、うん、まあおそらくないと思いますよ、うん、やんないでしょ、うん、やんないでしょ。何せもう最後までやっぱりそれは公明党がやっぱり抵抗しますよ。でそれとね今回どう本当大変なことになるのはね、うん、まあだから一応官邸が8000億って言ってね、この案をね、うん、うちの家で言ったほんなうちの長男がですね、うん、パパ何が犠牲になるのって言うんですよ。1兆円から8000億になったら何が犠牲になるのって聞くとですね、うん、2000億円アイスクリーム、うん、チョコレート、うん、それからクッキークッキーもう子供のポテトチップスポテトチップスあたりが犠牲になる。あとねチョコレートアイスクリーム、うんうん、シュークリームケーキお菓子ケーキそれはあかんと、うん、それは子供が許されません子供が許さんと、うん、えらいもう不評なんだでもそうなっちゃうんですね。どこ削るかってい う、まあ、だからね、まあ、これ1兆円まで1兆円まで行った方がね、うん、一応まあでも予算の目処は立つでしょ。ケーキとかは死亡税とか肥満税とかそういう発表はないんですよ。まあね、それは次やることだけどこれあれでしょうね、うん、こんだけね、はい、大阪ショックもあるしね、うん、それとね、うん、もしこれ安倍さんがね1兆円乗せたと言った方が、うん、やっぱり一つの塊でしょ、はいはい、人気出ると思うんですよね。やっぱ分かりやすいですからね。なんかよく分かんないけど頑張ったんだなみたいな、ね、うん、あとファーストフードはとりあえずテイクアウトと同じになる見込みです、うん、ああはい、はい、これはご安心ください。ただ8000億になると、うん、マクドナルドはサンドイッチですから、うん、軽減税率でミスタードーナツはお菓子ってことになるんですかね、うん、ああ、というかそういうお菓子な線引きになっちゃう、まあ、だからまあ1兆円した方がすっきりするなって感じはします、ね、まあそこが政治決着のポイントですかね、うん、まあ、ラインは。でもやっぱりね可処分所得を上げるっていうことはこれ最大のなんか景気対策なんですよ ね、まあ、そうね、みんな財布の紐ね閉めちゃって金持ちと外国人の金持ちが消費すればいいっていうのが今の世の中でそれが流行語大賞になっちゃうっていう、安倍政治を許さないとか なぜか知らないけどあんなのが流行語大賞に選んじゃうような人たちでも、うん、爆買いは OK と思っちゃうっていうところが日本の左翼のあんま生活者とは離れてるそういうことですね。いや林田さんもこの石川プラン賛成ですか？いやだからむしろゼロ、むしろゼロパーぐらいで、もっとやれる、生活必需、生活必需品はゼロでいい、うん、わーすごいですね。まあそれは究極、少なくとも外国に習うのが日本は好きだから、そうそう、うん、だからそういうの外国で習ってほしいですね。イギリスに見習って 0% で、うん、あ食品 0% ね、うん、それは分かりいいですよね。本当にそれかまあ 5% 据え置きっていうのが現実的、ね、まあそうですね、そうだって金持ちもお金ない人もなんか食べ物は食べますからね、うん、お金がないっていうのはもう今本当に、うん、まあ、政法基準以下の年金の生活者の人たちが非常に多くて、まあ、政法と組み合わせっていうのもね、できないことはないですけども、やはり低年金の方がねやっぱ生活できないですね。そうなんです。ほんでね森信さんがねカナダがいいって一生懸命言うてるわけですよ。カナダがなんか変なシステム、カナダのその給付付き控除がいいって言うし、うん、カナダ食品非課税なんですよ。あそう森信刺激って私も好きじゃないけど、給付付き控除の片振り役でね、うん、もう今もうチェーンストア協会ってものすごく褒められてる人いるんですよ。いつもね、いつも言ってその大体やっぱその中所得者にね恩恵ないから意味ないんですよ給付はね、うん、いやだってね亡くなった水木しげるさんにしてもね、うん、アンパンマンの柳瀬孝さんに、高瀬さんにしても、うん、で戦後何を彼らは原動力にしたかと、すべての人にお腹いっぱいに食べさせることはこれは正義であると、敵とか味方に関係なくお腹を空かせている人がいたらお腹いっぱい食べられるようにするのが正義なんだと、そこから始まってるわけですよ。日本兵がね、亡くなる理由の一番大きなことで ガシあとマラリアとかの伝染病ね、ガダルカナルでもそうでしょ、戦ってないですね。ガシっていうのはね、要するに
食料とか持って行って全部現地調達ですから、うん、彼らはね、そうなんですよね。だからやっぱり役立つとかどうしてもせざるを得ないっていうのは出てくるわけですよね。 それでひどいことやっちゃうことで、それで役立つすらできないようなと、ね、南方だったらお腹がすくっていうのは一番厳しいと思いますよ。いやだから戦後70年の総括としてね、うん、原点に戻ってですよ、うん、国民が飢えることがない、うん、お腹いっぱい食べられる、うん、それはね、あの、うん、どの政治的な立場からしてもイデオロギーを超えた正義なんですよ。ただ石川案だと、うん、それだけ言っちゃうと、うん、じゃあ消費税そのものを廃止しろって、今消費税反対派っていうのはそっちの声のしかないので、だからやっぱり金も、今日本ってエンゲルケースとか言ってますけど、うんうん、あの金かけようと思えば同じカロリー取るでも、なんか変なブランドとかそっちの価値で高いのは高い買えるんで、そういうのに高い税率かけるのは、だから単純に消費税逆進性じゃなくて、やっぱり金持ちはそれなりに高いものを、同じことを同じ財を買うんでも高いものを買ってるので、だからそうそう、いやいや、だから物品税もね、実はそれなんで言わないかって、報道しないかっていうとね、あの実は与党の税調の中に軽減税率担当部会と、もう一つ単税力に応じた新税って部会があるんですよ。そっちの方でやってますから。だから間接税、私が聞いてる話では、はい、来その再来年の4月の段階で、通行税と飲食税だけは入りそう、はいはい、飲食税はね2013年の段階でもう与党合意してる、はい、その金額をどうするかっていうのがあって、だからだからその今日もね、3年か5千かっていう段階で、ね、だって、だから所得税ももうちょっと税率細かく段階化して、だって昔はそうだったんで、最高は 70% だったんで、今度50になりますよ。ねえ、もうどん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 、あの人に戻しますね。段階分けしていけばいいんで、でもあんまりね、所得税高くすると外国逃げちゃうとか、ないそんなことないですよ。それで外国に逃げる人が何人いるかと、ないです。ヤクザとかやっぱ危険ドラッグ売人とかそもそも払わないんで、そう、もともとだからそっちで間接税でカバー、間接税全部所得税じゃなくて間接税でカバーするってことは、やっぱりそっちの公平だ。インボイスね、すごくいいなと思いますよ、あれね。それでだから税収3兆円って言ってるんだったら、もうそこは3兆円分全部軽減税率に関係。そしたらね、3兆円ね増えたらね、あの食品全部 5% できます。ああ、そんぐらい余裕が、やっぱりね、石川さんにはね、あの育児と子育て中のね、それからまあ働く女性の立場っていうところから、その、やっぱりこういろんなものをね、あの買いたいですよね。でもすごくやっぱり3人子育てして最中の時に1ヶ月の食費ってすごかったですからね。やっぱりそこをいかに削るかとか上手にやりくりするかっていうのは、そうなんですよね。で、子供に食べるのとは言えないですからね。そうなんですよ、そこ、まあ、まあ残ったもの食べて結構太りましたけど、ね、で、あと次あれでしたっけ、ね、あ、次、あと何やった、あとはね、田淵剛ですね。田淵剛、はい、あの、政界のね、田淵剛、いいですか、あ、田淵剛ですね、5番、はい、あの、好評なこの図なんですけど、ですね、総毛の会という、その桜井よし子さん丸出しの党はできて、はいはいはい、どうも立花隆さんによると、うん、やっぱ関係ありそうですね、水島さんと、うん、小沢崎人さんと、うん、その山田太郎さんという元元気の会の方がいて、うんうんうん、総毛と次世代と元気はひっつきそうで、うん、一時期大阪維新もひっつくんじゃないかって言われたら大阪維新が拒否したと、うん、あ、そうですね、やっぱその辺は嗅覚あるんですね。まあでも次世代なんてもともとね、大阪維新と割れて出てきた、まあまあそうですね、だからイデオロギーが合わない、そうで、注目は左下ですね、はい、なんと鳩山さんがですね高田邦子を使ってみんなの党という名前を取っちゃったんです、この辺さんがね持ってるっていうのはね、まあね、なんか石川さんに言わせると商標取っちゃった系というそれで1時間ほど前に新しいニュースが入りまして、はい、元みんなの党だった水野さんが民主党の会派に入ったっ、みんなの党もコッパみじんになっていくようですなんかもう残った人間として意外に合ってますけどね、で桜井よし子さんは正体がバレて保守じゃないっていうことが分かりまして、はい、最近ですね長島さんとか馬淵さんとかあら、あの細野さんとかですね、あっちの方にこう今こう職種を伸ばしている状態に、
ちょっと今注目されてる。で前回と変わってるのは小沢一郎さんと、うん、あの鈴木勝正って知ってます？この方はあの、うん、鈴木自動車の会長のいとこですけど、うん、この方はもう今民主党に戻ってるんですね、うん、であと松野さん柿沢さん、うん、こういう連携であの緑で囲ってるところが、まあ、新党になっていくだろうと、うん、前原さんとかも一応ボーダーに置いときましたけどね。あじまあ一緒についていくんじゃないですか。民主党は壊れないって予想なんですか、うん、民主党と維新とひっつくんでしょ。あひっつく、うん、けどあのそれは透明がとか透明は変えなしゃあないでしょうね、うん、しょうがないです。いやあの小沢一郎の時のいや自由党の合併の歴史が、ね、松野さんが嫌だって言ってるからね、うん、やっぱり変えて完全にイメージチェンジしないと、うん、そうなんか移民党とかなんか名前するかもしれない。だから民主党側はどうなんですか。それを変えるっていうのを受け入れるんですか、ね、受け入れるでしょう。だえ野党第一党だぜっていう、いやだって今まであの96年の時とそれからあの小沢さんの合流の時と変えてないでしょ。でも今回はもう無理でしょうね、うん、それ言ったら、うん、無理です。もう壊れたでしょ。それはねやっぱりねその右側がでかくなってきたら言ってられないでしょ、うんうん、だから完全にもうイメージチェンジ図るためにも、うん、今やっとかないと。いやみんなであの新しい党の名前をなんかこう提案するとか、ね、12月末ですよ。そう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 、まあもういよいよですね、うん、そうする。まあ話がまとまってれば1月になって実は12月中に合意しましたよっていう、うん、いや別に今の状態でお金もらえる、維新が回答してくれれば別に、うん、維新残党で、うん、その分かれた形でもらえば、維新もあるでしょ、うん、お金を返すことまで決まって、そう決まって、あれを大阪と東京組でなんか、はい、あれも揉めに揉めましたからね。両方回答してお金を、うん、その大阪都構想に5兆円使ったお金はもう、あ、5兆円じゃない、5億円使ったお金は返して1億円ぐらい返して綺麗さっぱりになって、うん、それぞれ別個に頑張っていきましょう。頑張りましょうと。そうそうそう、大阪大阪で。じゃあ松野さん中心と、うん、橋本さんっていうか、うん、松井さんですか、うんうん、あっちのグループと、うん、まあでも大阪では強いですからね。強いですね。で中央議員が所属議員がものすごいですから。ちょっとすみません、竹中新党っていうの、あ、これは万年野党の会って言って竹中さんが作った党とそれと細川がどうせひっつくのはバレてあれでしょ、うん、それを結びつけてるそのスクランブルエッグの中にプチトマトがいっぱいおって、うん、サンドイッチねキュッとねプレスしたらこぼれるでしょ、うん、だからその長嶋さんとまぶしさんがちょっとこう外れそうでしょ、そういうイメージね。こうプレスしたらプチュッとこう身が出るというイメージで考えるよね。で左下の端っこはこの系統不明とか動向不明のですね、ハトポッポが最近どうもこういうとこにいて、ちょっと聞いたらね、うん、忍者の話によると、うん、高田邦子を声かけてるのに中に、うん、どうも川内さんとか、うん、あとですね上松恵美子とかですね、どうもハトポッポ系にいっぱい声をかけてる。あらら、でまとめて引き剥がしを、うん、それとあれから変わったの前ね、山内さんと一緒だった時には、うんうん、あの話言われるんですか、あの西崎さんの話、あ、うん、はいはいはい、あの実はあのフォーラム4が消えてるでしょ前回から見て、あーもうダメでしょ、フォーラム4は忘れない、はい、これは石川さんが詳しいので、はいはい、フォーラム4の話、あの世田谷でですね、はいはい、生活ネットと一緒に組んでですね、うん、イベントをやって一緒に行きそうになったんですが、うん、そのイベントが大失敗をしてえ、どう、人が集まんなかったんで、いや、人が集まったんですよ。逆に人が集まった前で、あのすごい失言をしてしまったのであその事件は僕はちょっと存じてない、あの9月の頭の話だったんですけれども、まあ正常でですね、うん、生活者ネットが共催してですね、はいはい、フォーラム4のですね、はいはい、古賀茂明さんの講演があったわけなんですが、そこで今の TPP は手ぬるいもっとやれとかいう話だったりとか、かつて農家は潰れても構わないと言っていたけれども今もそう思ってるんですかみたいな質問が会場から出てですね、それを否定しなかったんですよ、うんうん、でしかもなんか農家は楽をして儲けてるとかすごいね、うん、ひどい発言をしていてですね、それはちょっとそれは生活者ネットとしては絶対断固受け入れられない話ですの で, そ, です、ね、うん、もうそこで西崎さんのフェイスブック炎上してで、ね、西崎さん何をやって西崎さん閉じちゃったんです、あらららら、えでもそれ主催しちゃって主体的にはそれはでも古賀さん招いたってことはそれはそういう人なんで、古賀さんだってずっとそれ言ってたわけでしょ、フォーラム4。でこの間私正常でね、はいはい、石崎さんと大原さんに会ったんですよ、はいはいはい、石崎さん田淵さんごめんねあんな人読んでって言うから、うん、そうああなるでしょうって言う、うん、っていうか事前にそういう話が出るっていうのは想定しなかったんですかね。だってなんかねどうも、うん、あの古賀さんが正常近辺にお住まい、うんうん
って、うん、でたまたま自分の方から一緒にやろうよって持ちかけたようですよ。だって古賀さんはもういろんなとこ声かけてフォーラム4を広めたかったわけじゃないの、ね、スイカスレッドも単純に TPP 断固反対っていうのは強調的じゃなくて、うん、やっぱ食の安全とかを守れとかそういう立場でやってる。古賀さんって一番壊しそうな人なんですけどねまあ、まあ、ただただやっぱあんまり革新政党とスイカスレッド自身は革新政党とは差別化しようと結構やってるところがあるので、うん、それはありますね。やっぱり柔軟にマイナンバーとかでもやっぱ具体的な危険性を対処するとかそういう形で、まあ、頭ごなしに反対とはあんまり言わないんです。そのハプニングが原因で、うん、なんと小野さんも離れてしまってああなってるでしょ、うん、あなるほど。小野さん、小賀さんはね、うん、小野さん、江田さんと生活者ネットと長妻さんが味方だって一生懸命言ってたんですけど、うん、今長妻さんにしか相手にされてないんですか。長妻さんもまだ相手にしてないですか。もうフォーラム4は完璧に消えてしまったら総毛の会が出てきたんですけど、怪しいなんか次がこれもなんかでもなんで小沢咲人さんがこれやってるんですかね。すごい山田太郎が言ってるのも気持ち悪いですけどね。てかまあちょっとみんななんか行き場がなくなるとすぐにあの局部に行っちゃったりとかでその田淵六にちょっと行ってもらって、うん、はいはい、ちょっと来年の政界再編のでまあこういう状態になってる話で、はい、その左の方に民主維新生活が引きそうで、うん、あと社協ですね、はいはい、太郎ちゃんはちょっと今はずかっかくしてますけど、はいはい、で真下に新みんなの党とか鳩山系の動向不明のなんかどこ行くかわからない鳩ポップの宇宙人党があってで右の方に大阪維新があってあと総合と元気と次世代が引っつきそう。あの辺は一緒になりそうだよね。まあわかんないですね。なんか、うん、変な構図になってますけども、あのみんなの党の創業者の人たちは どうなる人なんですか。あれについてるの創業者で誰のこと言ってますか。あの渡辺芳美さん。渡辺芳美さんも過去の人になっちゃいましたね。もう完全にダメです。でもまだあの人とくっついていこうと議員さん何人もいらっしゃるじゃないですか。いや上田玲子さんとかとかあと国会議員でもあ上田玲子さん把握してました、うん、あ自由を守る会はもう非常に、うん、超ネオリベじゃないですか。ネオリベですよ。もうあれはもうどっちかというとこの総毛とか元気のもっとこっちです。そうでしょうね多分。いや三谷さんとかあの辺でまだあの渡辺芳美さんにくっついてるよね。だから言ってじゃん。だからあの水色のところから、うん、東京の参議院選挙に一人出そうとしてるんですよ。なるほど。世田谷からあそれがそんな、うん、そういうことね、うん、なるほど。非常に合点がいきました。わかりましたはいわかりました。えだからいやこの間お会いしたわけで、だからえあったその本人に、え本人ではあの何だっけ問題、まあまあ、流しそうめんの時にお会いしたってあま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 あねという話もあるわけですよ。なるほどなるほど。まあみんな来年の選挙のためになんかあの受け皿欲しいからまあそうすね。そうそう。で東京選挙区から出る人もいればあの比例でなんとか、うん、でそのみんなのでそのことで、うん、その言葉は世田谷区の中でもちょっとこう区議会の中にも波及してきていて、うん、こう会派を出たり引っ込んだりいろんな噂が立ってるわけですよ、ね、塩村彩香さんは塩村彩香さんはどっちか左の方に行ってますけど、うん、あ比例です。いや比例じゃなくて東京選挙区で、うん、いやいや全国比例になりますあの人で、あもうそんなのこの話決まってんですか。うん、いやだから三原さんが被るから神奈川行ったんじゃないですか、うん、あれ民主党じゃなくていやだって塩村彩香さんと、うん、三原純子さんはファン層被りますもん、うん、あでそれを三原さんに教えてあげたのは私ですけどね。あ三原さんに議員会館だってそんな動きありますよって言ったら、うん、えらいこっちゃーって言ってすぐほんで神奈川県かのもともとほら川崎でしょ。そう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 。でそこで行ったらそしたらなぜか知らんけど、うん、その農水副大臣のあの方が弾き出されちゃったその TP あの農協改革の旗振り役だったんで、はいはいはい、JA の怒りを買いまして、はいはいはい、もう三原純子に入れろって言われる。まあ、でもこの図でいくと、うん、アンチネオリベで、うん、保守寄りで生活を守りますみたいなとこがちょうど空白なんです、うん、あないですね。あの辺ですか。いやいやもともと空白な、うん、昔からそんなのなかった。でもそこはもうでも票が入らないとこでしょそこは。いやいやどこが入らなくて、いや無党派層無関心層支持政党なし層っていうのが、うん、やっぱり本当はそういったのがないから、うん、だから政府に自民党を批判すると革新政党しか入れなきゃなんないっていうのは嫌な人は結構いるはず。なるほど。だから特に一区現象と言われていたやつですね。はいはいはい。あれどうですかその動向不明の新みんなの党はどうなんですか。新みんなどうでしょうね。だからまとまれば結局安倍さんの補完戦力そうがやっぱ安倍さんの支援がないとみたいな話になっちゃうとあんまりよろしく、うん、
鳩山さんの車なんかボコボコに囲まれてね、右翼団体ね、そう、10月の、ね、ネタですよね。そう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 、そう、まああれで逮捕されちゃうとかすごいですね。鳩山さんはほぼ行き過ぎてますよね。なんで10月にね、うん、あのとある塾にいらした鳩山さんが、うんうん、私もあの車を囲まれたりしましてとか言ってました。そうそう、なんか昨日逮捕されたからニュースになってたけどね、うん、でクリミア半島行ったりとかもいろいろ忙しく動いてますけど、辺野古によく行ってらっしゃるんですか。ああ、だってあれはやっぱ責任感じ、うん、でもね、人気あるんですよ、沖縄行くとね、うん、すごいですよ。そうそうそう、最低でも県外行って、いやでもそれに裏切った、徳之島不安があったけど官僚にはめられた。徳之島行けると思ってたら翌日沖縄で事務所作られたでしょ。ああ、そうなんですか。いやだから沖縄で本当に人気あるんですよ、うん、あのことあっても、うん、まあ、不思議な人です。やっぱりそうだから、なんか EU の東アジア版みたいなのを作って、うん、その議会を沖縄に置きたいとか。いや、またまた、またすごいこと考えてます。うん、いや、それがその水色の新みんなの党はやるんですかね。いや、やらない。いや、そういうみんなの党系の保守、やっぱり保守って意識が強いので、やっぱりそこは反中国とか、嫌韓、反中感情は持ってるそうなんで。うんうん、いや、まあ。でもハトポポですからね、うん、だからまあでも資金力ありますからね、ぜひ私におこぼれをってくださいね。本当だよね。あとやってないのは田淵奈々と石川2です。田淵奈々、石川2が一番最後になるので、ね、予告編田淵奈々がいいですか。はい、でこれ実は大津さんのために作ってきたんですけど、どうもですね、はい、トルコがですね、うん、IS の石油を売ってたって証拠を見つけられたそう。ちゅうかロシア全部証拠持ってますね。うん、で、これのカリフォルニアのあの銃撃もロシアがなんか証拠を持ってたっていうんで。いやこれスパイ衛星撮ったものらしい。トラックの列。いやだからもうね、いい加減に日本もそろそろね、うん、トルコは親日国という呪縛から解放された方がよろしいんじゃないかというのが。ああ、それおっしゃってましたね。うん、でも首相からしてなんかね、うん、映画。またあんな色々。いやだから騙されてる。ね、お人よし。プーチンとかなりトルコのトップとこういるのはもう本当にあ、でそれはですね、うん、今度の火曜日オンエアのね、うん、やつをキリスト教の歴史のやつでやりますので、うん、特に一番最初のスライドの国連決議242号っていうのは大津さん好みですよ。なぜイスラエルがね、はい、撤退しないのかっていうのはものすごい面白いやつがあって、じゃあそれをお聞きすれば、はいはい、でじゃあ最後の好みと言われるのはちょっと心配です、ね、はい、そうですね。最後はこれですね。はいはい、はい、あ、出ました、出ました。これはもうあの、はい、一応来週予定して4時に一度聞きたい、二子玉川の堤防未整備問題、これはね実はね、我々とツイッターのフォロワーさんでですね、ノバを付け替えろという人がいたり、いろんな意見があるんですけど、これはもう林田さんの得意分野でしょ。林田さんどうしたんですか。これね実はこの二子玉川からその小山ドライビングスクールの間に堤防がないんです。で予算がつくって話もあるんですけど、うん、でそうだ、一つの気になってるのが、うん、この番組与党関係の方ご覧になってる方が多かったら後で教えていただきたいんですけれども、うん、外環道の東名以南のルートが計画まだ未定で、一応ね2つ今案が出てるのが、うん、第三京浜経由で、うん、首都高の湾岸線に接続するっていうのと、うん、もしくは多摩川を渡ってで川崎縦貫道に接続するっていう案と2つあるみたいなんですが、どちらを取るかっていうのも全然未定で、うん、もう大田区通る案はなくなったんですか。実際カンパチに、ね、あ、なくなりました。あれエイトライナーと支障するから、だからそこと抵触しないかどうか調整が必要なのかなということもあって、うん、じゃあ外環道の透明なんどうなってるのかなという、うん、これがどこ通るかによってここの影響も工事に影響するでしょう、ね、そうなんですね。それで、ね、一応ですね、うん、その林田さん申し訳ないけど、その双子玉川の駅からその第二双子橋の間の雑木林のとこだけは仮堤防を作る予算つきそうなんですが、ところはツイッターのフォロワーさんでですね、マムシの出るですね雑木林を残せとかですね、マムシだけにすればいいとかですね、あそこね、これはどうなんですか、なんでここ堤防がないの。ちなみにもともと堤防いらんっていうのはこの辺で、堤防いらんって言ったんですか、うん、住民が景勝地で料亭とかもあったんですよ。あで二子玉駅よりその南大田区側の方は、うん、そもそも家の外に堤防があったりするんですよ。あ河原沿いに人が住んでて、うん、昔はそこそこ料亭があって、うん、でそこに堤防あると邪魔なんで、うん、うちは目を流されるんだったら流されていいって、うん、だからうちの外に作れって形で、あだから
あの川崎側は早くからですね、うん、あの結構定住して農耕したりなんだりって人が多くて、うん、堤防作れって話がずっと出てきたんですよ。はいはい、でその川崎のがどんどん国とかね、うん、東京とか反対するから堤防ができないっていうんで、うん、あの直訴する知多網笠事件というのがありまして、それからちょうど今100年なんですけど、でそこで神奈川県知事だった人がですね、うん、あのじゃあやりましょうって言って、うん、国の許可が下りないので、うん、あの道路をかさ上げして堤防代わりにするっていうことをね作ったりをしていたんですよ。そしたらね内務省からねやっぱりね、うん、あの検責処分を受けたんですよね。あそれはその玉堤通りの南の方でそれが、ね、ですね、道路あ違う川崎側の方でそれがきっかけになってで多摩川の築堤化ということが東京側でも起こって、うん、1918年かなんかに玉堤通りができたわけです。ああなるほど、あれで玉堤通りなんですね。だからでその内側っていうのは料亭なんかがあって、うん、でその時に洪水したらどきますよっていう条件で、うん、あの料亭やってもいいですよってことになってたんですよ、うん、でただその戦時中なんかに料亭行ってる場合じゃないよねっていうので料亭が売却されてどんどん宅地化されていって、はいはい、戦後の住宅なんでどんどんそこは宅地になってしまった、うん、低いとこ全部宅地になっちゃったんですね。そういうことなんですよ。あそこもともと洋画に街を作らなきゃいけなかったですね。だからここはなんかあのターミナルになっちゃったこうだけど、そうなんですよ。これはもう林田さん一番専門でしょ。いやそこは東急、うん、東急電鉄東急都さんがいっぱい土地持ってて、うんうん、そこにビルを建てたかった、だからそこで金儲けしたかったと。だから二足三門だったでしょ多分、はい、元々の土地が。だからそのまあ、二足三門っていうか、うん、あの駅前はさすがに商店街とかあったんですよ、うん、でそこで駅からちょっと離れたところは東急がボカンと持っていて、でそこ全部一緒に再開発地域ってしちゃったから、うん、地権者の地権率としては東急が多いので、だから合法的に追い出しちゃって、はいはい、多数決原理で追い出しちゃって、まあ、でも大体そのやり方じゃないですか、はい、東急のあの電都市線の開発は、はい、まあ、だから本来であればね、うん、そこで宅地化していく段階で手を打つべきだったんだけれども、うん、そこがなかなかねエアスポットになって開発ができないまま、うん、後からこういうふうにどんどん開発されていってしまったというで、ね、で今手つけられない状態で残っちゃってるわけでね、うん、ここ国交省の資料を見たら特営級危険箇所 で多摩川が増水したらまずここが切れますって。だってこの間の増水も結構やばかったですよね。そうですよ多摩川。だ結局あの上層市の水害と同じパターンの水害が起こるような、あそこも自然堤防で堤防がなかったとこやられちゃって、うん、でしかもこう合流点の手前でしょ、はいはい、でしかもこう上層市と違うのは、うん、国分寺外線って言ってすごい急勾配があって、うん、これ逃げ場がないんですよ。はいはいはい、はい、あの急勾配になって階段になってたりするんでね、うん、だからあの低地に住んでる人たちってはもう本当に急に切れたらまあそこ一気に止まるですね、うん、これ山口さん、この付け替え案はどうですか。付け替え案はいや僕はどう付け替えた方がいいのかなっていう気がするんですけどね。おなるほど。そうで地元の方はね、あの兵庫島に絶対に行きたいから、うん、そこのアクセスを保証してほしいっていう、なんか兵庫島になんか空いちゃう感じ ね、あそこは市民の憩いの死亡事が起きてるんですよ、ね、保育園児かなんかが、あ、まあ、だいぶ昔ですけど20年前、うん、あの沈んで、いやなんかまあ遊びに保育園児が行って、うん、なんか一人がまあ頭落っこっちゃって、あららららら川は怖いですかね、うん、もう、まあ、だから結局はもう戦後のこれだけ開発されて宅地になってしまったので、はい、ちょっともう人命がね、うん、危ないですからね、うん、まあ上層市の件があるからちょっとこれは急がなきゃいけないところではあるんですね。でまた雨の降り方がねもう今変わっちゃいましたからね。そう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 、この夏50年に一度の雨量が何回あったみたいな。だからそれは高層マンション、うん、高層ビルが多いんで雲が新宿あたりからカンパチ雲とか言いましたからね。カンパチ雲がね、郊外のそうそう、まあ、車が水害だけを避けたいんだったら川の堤防を作んなくても川を浚渫すれば、うんうん、お浚渫のだからその辺もねコストと効果とちゃんと検証してね、うんうんうん、まあ、でも浚渫だと利権にならないからってことで、まあ、建設不動産建設業界がそうやっぱり物作った方がで作った方が脱ダム宣言もね、そうそうそう、結局は浚渫はやれって話だった。そうなんで堤防整備はしろって話、そう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 、新規ダムは作らないよってだけでね、一箇所弱いところがあると、うん、そこがそういやいやいや、やっぱ急所になっちゃうから、そうそうそう、実際にあの随分流されましたからね、何十年か前、あの多摩川もね、狛江、それは狛江のとこはね、もうね綺麗にできて
ているんですけど、うん、そこの赤い線の手前ぐらいのところでこう多摩川の左岸の堤防が突然終わってる、はいはいはい、あの堤防の上の道路ね、自転車で走ったら分かるけど、うん、突然草むらになって消えるんだよ。でそれはその小山ドライビングスクールで今昔空港だったところですね。ああ、そう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 、あの多摩川読売飛行場というところありましたね、はいはいはい、まあ、ここはやっぱり地元民のこともねちゃんと、地元の人はどう、地元民の中にも意見が分かれて、堤防なんか作らなくていいって人と、やっぱちょっと奥まった人はやっぱむしろその川の近くの人を犠牲にして、犠牲にしてでも堤防ちゃんと作れっていう人がいて、やっぱ温度差あるんですね。温度差が、それこそ町会やめちゃったとかっていう反対運動の人もいたりとか、だからまあ最大公約数的なところはやっていかなきゃいけないんだけれど、うん、こんだけねちょっと町の規模が大きくなっちゃうと、うん、やっぱり意見集約もできないでしょ、うん、でまた人命はね、うん、何もやっぱり上層市の権があるから、うん、やっぱりそれでちょっと想像力はそれがね、山内さん申し訳ないんですけど、はい、あの付け替え案に一つ大きいネックがありましてね、ほうほうほう、実は兵庫島の一部が神奈川県なんです、うん、そうそう、あらららららあの知事さんでしょあ、うん、だからねこの付け替え案の最大のネックは、うん、あの野球場の途中ぐらいからがね実は川崎市、うん、ああなるほど、じゃあ川崎のてか神奈川の合意も得てってことですね、でまた大変でしょうね、まとめは、ああそうそう、ああそうそう、ああそうそう、まとめ、これが予告編です、ね、はいはい、これは次回の予告です、ね、まあだから軽減税率も通じるこう国民の生命財産安全生活をどう守っていくかという、ね、でそれを主張するような政党がちゃんと出てもらわないと困るってことですね、保守は何を保守するのかを深く考えていただきたいと、はい、じゃあちょっとまとめて、じゃあ最後感想ちょっと軽あの手短にいきますかね、じゃあおっさん今日どうでしたか、まあ、途中から参加で申し訳なかったです。いやいやもうでも本当にあの今私やっぱりあのロシアっていう国のことちょっと今最近考えてて、うん、ロシアとトルコのね、はい、今の展開見てると、うん、まあやっぱりあの守るべきところを守れない人たちが上にいる、うん、どこの国も、うん、でどこでどうひっついてるのかっていうのもあるから、うん、あの公共っていう部分でね、うん、やっぱり信じうすぎて相入れない部分、うん、それで守らなきゃいけないところが何なのかっていうのと、うん、やっぱりその今日の私保守じゃないので申し訳ないんですけどねあの保守っていう視点で言えば、うん、本当に守るべきものは何かっていうと左も右も寄ってきますよ、うんうん、関係ないですね、で一番守んなきゃいけないのは女性です、うん、あ女性子供、子供、うん、そう女性子供、男子はどうでもいいってわけじゃない一番の弱い人ね、だって今も、はい、女性も兵隊になってね、うん、戦う時代だし、うん、3.11 の時に女性のね、うん、自衛官もね、うん、やっぱり現地で入って、うん、お父さんも自衛官同士だから、うん、あの子供をねおばあちゃんに預けてっていう、うん、そういう時代ですからね、はいはい、それだけにね、うん、子供をやっぱりちゃんと育てられるよ、うんあと3分、そんなところです、はいはい、私はもう簡単な話でもう1兆円ポッキリで行きましょう。もうそれがね、あの安倍さんのためになると思います。どうも今日は手厳しい意見ありがとうございます。1兆円ですね、1兆円。はい、私はもう繰り返しになりますけれども、はい、もう国民の生命、うん、財産、安全、生活を守る、うん、そのためだったらもう与野党がね、大同団結をしても構わないと私は思ってますもんね。みんな一緒になってね、うん、あの国民の生活が第一を、うん、そうですよ、ただね、うんうん、そうですまあ、本当に、ね、守るべきものを考えていただきたいです、はい、そこだけですね。そうしないとあの1億っていう維持を目標にはできないんですよ。これは絶対今のままではね、もう本当にあの希望的観測に過ぎない。林田さんどうも今日です。私はその、まあ、まさに生活を守るって大事だと思うんですけど、た、うん、だ多摩川堤防問題だと、うん、やっぱりそこに住んでる人の生活を守るっていうのは、はいはいはい、ので逆に堤防を作るっていうのも生活を壊すことになるので、うん、そこを考えていきたいと思います。難しいですね。まあ、僕はもうこういう時代になってきたからもうやっぱりあの情報がちゃんと公開されて、うん、それでやっぱりあの当事者じゃなくてもね、国民的な議論をちゃんと重ねて物事を決めていく、うん、安保のこともそうだし税制もそうですけど、皆さんなんかわがままとか贅沢とか言ってんじゃなくて、やっぱりそれぞれの情報が与えられた状況で自分たちの社会が将来どうあるべきかっていうのをちゃんと議論できる社会作んないと、うん、いいですね、今もう結局今力ある人たちがもう強引にして皆さんそれに従ってっていう、ちょっとずれてるかもしれませんけどね、うん、あの
今、うん、天候がね、うん、以前と違うっていうのも、うん、その最大の原因の一つに、うん、局地的にね、うん、海とか、うん、非常に高温になって、うん、そこで上昇気流が発生して、まあエルニーニョもあるしね、いろんなエルニーニョとかそれがあって、はい、それのね大元になってるところで、うん、やっぱり、うんうん、ハープっていうのも、うんうん、ちょっと言葉としては考えてほしいんですよね。なるほど、ね、まあ今日そんな感じで、でまあこういうね普通のテレビとかねマスコミでもこういうなんかに一歩突っ込んだことガンガン言うような番組やってほしいんだけどね、本当になんか無難なことをさらっと流すような中身のない情報番組はいらないと僕思ってますので、皆さんこういう番組ね参加してください、それでどんどん見てくださいということで、今日のピンパチアゴラありがとうございました。ありがとうございました。どうも。